この放送は小田研の提供でお送りいたします。電話のね、音がしたと思ったら、なかなか恐ろしいタイトル画面が出てきましたが、ゲストの皆様、こんばんは、小田研です。今回ですね、こちらのマーダーハウス、はい、564の館ですね。564直で言うとちょっと微妙な気がするから、しばらく言うわ、564で。それかマーダーハウスね。はい、こちらのゲーム実況プレイしていこうかなと思うんですが、任天堂スイッチで発売されて、すぐに苦情が殺到しましてですね、で、一度配信停止したゲームになります。はい。なかなかね、恐ろしい、光景があるからか、一回ね、発売が中止になったんですよ。でね、今一度また配信開始されたんで、皆さんと一緒にこちら遊んでいこうかなと思うんですが、はい。どういう部分、パペットコンボ。失礼いたしました。はい。どういう部分でね、なんか指摘されたんでしょうか。はい、始まりましたね。いや、いいですね。このゲームね、前々からやりたかったんですけど、ちょっとね、タイミングが合わず、はい、なかなか遅くに実況しております。はい。こちらのマーダーハウスはですね、パペットコンボさん、チラズアートさんがすごい影響を受けてる作者さんの作品ですね。はい。なので、チラズアート作品が好きな方も楽しめるんじゃないでしょうか。設定やっていきましょうか。うん。あ、VHS とか、これ切り替えできるのね。ちょっと待って、コントローラーだからすげえやりづらい。はい。うわっ、めっちゃ綺麗になった。PSX ガス、あ、実際です。はい。PSS ガス、実際です。何言ってるんでしょうね、僕。はい。ちょっと母国語が出てしまいましたね。はい。PS ガス、あ、すげえ凝ってるね。おしゃれだな。いいね、レンタル。はい。はい、16mm。あー、モノクロマンだね。うん。オフがいいかな。オフか、この PS 画質、いいよね。どっちがいいかな。このとりあえずオフでいきます。はい。でカメラドリーって何これ。青色のね、おとぼけのお魚が海で大冒険するっていう感動物語が始まるのかな。そんな感じしますね。はい。 FPS とドリー、これ視点ってこと。はい。 FPS とドリーがあるんだ。ちょっとドリーよくわかりませんが、これは、あー、なるほどね。ノイズみたいなのも、うわ、これちょっと見にくいな。うん、おしゃれだね。はい。とりあえず、なしなしでいこうか。うん。ビデオ設定。はい。よくわかんないな。さて、お待たせいたしました。マーダーハウス、ニューゲームでやっていきましょう。はい。プロローグとかあるんですね。はい。85年と88年ってありますが、なんだろうね、この3年の差は。はい。まず、プロローグからいきましょうか。はい。OK です。ロード中。ロード中画面か、これ。音量かと思った。これもおしゃれですね。はい。いやー、なんかね、このゲーム結構そう、海外でも話題で、そのスイッチで販売されるって聞いたのをなんかすごい驚いた記憶がありますね。さて、始まりました、パペットコンボプレゼンツ。はい。一応日本語対応されてるみたいですね。あ、すげえ、いいね、この感じも僕好きよ。はい。フォトグラファー、はい、オッケー、次は君ね。え、あれ、あー、なるほど。操作法がまだちょっとわからないね。はい。これ FPS 視点になってんだ。はいはい。怖っ！なんだこのウサギは。何の可愛げもないじゃん。これ。やだ、俺これと撮んないといけないの？フォトグラファーって誰？こっち側にカメラマンがいるみたいな設定なのかな？はい。待って、これめっちゃ操作むずいんだけど。やだやだやだ。このドブネズミみたいなのと撮んないといけないのかな。きついな。どうしたんだい、ほら、君だよ、君。後ろ側にいるみたいな感じの接点なのかな。はい。何この空間。はい。うわっ、笑えるか。こんな状態で笑えるか。はい。Say cheese. はい、チーズ。意外と主人公も決めてるな。はいはい、なるほどね。
なんかテーマパークの人気キャラクターみたいな感じかな、今のうさぎちゃんは。はい。寝ちゃったのかな。なるほどね。これ B ボタンでセリフを進めるのね。なんで寝ちゃったの？うん。普通に一瞬なんか見過ごしたけどさ。なんで寝ちゃったの？寝るな。あれ？視点がおかしくね？あはは、なんか来たぞ。ムーンウォークで来んなよ、お前。はい。これあれですかね。1985年代のプリクラ機かな。ねえ。プリクラ機で寝てたんだろうね。さあ、ママじゃなくて置いてかれたのか、お前。ツッコミどころ多くねえか。はい。絶対警察沙汰になってるよね、普通だったら。ママに置いてかれた。ママだけ家に帰ったの。忘れられてますね、この男の子は。はい。なんかバズライトイヤーみたいな色合いの服装してますね。そして、ちょっと待って、これ本当に操作になれねえ。ダンスしちゃうな。ちょ、カメラ視点さ、本当申し訳ない。これ結構難しい。はい。で、これ、主人公どういう髪型してんの、お前。今ちょっと近づいてよくわかったけどさ、すげえ髪型してるよ。はい。まあ、流行りが過ぎるぞ。なあ。サンタクロース帽みたいなのつけてますよね。松崎しげる色に染めたこのサンタクロース帽。はい。彼闇みたいなもんなんで。真っ黒い帽子ですね。はい。ちょっと待って、あ、そうだ。そういえば、FPS 視点とかってね。これ、え？これ主人公か。主人公ジャスティンって言うんだね。はい、ジャスティン安全って書いてある。取り乱したりすんのかな、ジャスティン。はぁーっつって。僕の帽子がない？はい。FPS 視点にしました。あー、なるほど。こういう視点もあるのね。はいはい。あー、でもやっぱコントローラーだからやりにくいね。ちょっと操作はね、ちょっとほんと。はい？ちょ、申し訳ないですが、ご了承ください。FPS とさ、先ほどの三人称視点。あれ使い分けていきましょうか。ここの場合はさ、普通に三人称の方がいい気もするんですが。まあいいや。せっかくこれにしたし、ちょっとだけやっていきましょうか。はい。クワックなっちゃうね。ちょっと、コントローラーをね、クイッてやるだけで、なかなかね、動いてしまうんで。うん。この辺は致し方がない。こうやってゆっくり動かせばいいか。はいはい。はいですね。これ。こっちの方が見にくいですか？皆さん。どっちがいいですかね。はい。いろいろね、ショッピングモールなんで、洋服屋さんとかがあるのかな？うん。どっちか行けばいいのかな？はい。一応これ走ることができるんだね。はいはい。なんか、売店みたいなのもありますね。はい。一応全体見てみましょうか。向こう側は？さあ、こっち行ってみましょう。やっぱちょっとこれ全体図見たいんで、こっちの視点にしてみるか、ここは。よし、OK。これでもちょっとだけ慣れていきたいんでね。さあ、向かっていきましょう。スタミナとかねえのかな？あ、こっちはいけないんだ。はい。あれ？行ける場所なくない？うん。こっち側じゃなくて、おっと！結構難しいですね。まあ、ただそんな、あれかもしんない。慣れていきましたね、ちょっとずつ。うん。もうカメラワークカメラワークがフリーダムすぎてさ、これ、ダメだ、この操作。底辺だぞ。下っかこれ、なんか隙間空いてません？なんかいける？あ、いけません。防犯ゲートだ。この下はくぐって抜けられそうだ。はい。お家に帰ろうとしてんのかな、ジャスティンは。はい。じゃあくぐりましょう。さあ、持ち上げたの。持ち上げるような音しませんでした。力持ちですね。出口に向かうみたいな感じだけど、これ出口どっちだろうね。なんか鍵とかアイテム見つけて、謎解きもあるらしいんで、そういうところも楽しんでいきましょうか。うん。結構ね、恐ろしいゲームなんで、一応閲覧注意でお願いします。和田健です。和田健です。和田健です。さあ、別の視点に来ました。おっと、はい。あ、先ほど写真撮ったところだね。イースターバニーって言うんだ。はいはい。イースターバニーが写真を撮っていたところだ。うん。当たり前だけど、もう誰もいない。寝ちゃったもんね。プリクラ機で。はい。ダメだ、プリクラ機で寝ちゃう。これ手前に行って、もう一回並べばいいのかな。なんかあるかもしんないよね。さあさあさあ。ちょっと操作
トリッキーな動きすんな、ジャスティン。トリッキージャスティン。はい。ちょっと待ってよ。ジャスティン。ジャスティン。ジャスティン違うんだって。思ってる方に行かない。歩いた方がやりやすいね。さあ、これで。待って、びっくりした、今。皆さんもう気づいてます？ジャスティンは気づいてるっぽい。右側にさ、さっきのウサちゃんいるわ。わかりますか？え、待って、これ、こっちの視点で見てみようか。はい。こっちにね。あれ？待って、消えたな。マジで？え、今ね、ここの NAD っていう目の前にいたんですよ。顔見えましたよね。え、怖え！すげえ！よくできてんな。面白いじゃん。あ！ちょっと、また出現しましたよ。お、ずるいぞ。この視点じゃないと見れないし、光景とかもあるんですね。はいはい。ほら、ジャスティンの目の前にいます、今。あははは。仲良さそう。やっつって挨拶したんで戻りましょうか。これどうすんだ？ここチェックすんの？はい。夜になってそいつが帰ってきたのかも。帰ってきてますよ。今いるぞ。これで多分、イースターバニーの方に向かうんだろうね。はい。じゃあちょっとこっち側降りましょうか。操作がおぼつかねえな。なんだその髪型は。まあ、ズラみてになってんぞ。流行りが過ぎる。ちょっと流行りが過ぎるジャスティンで行きましょうか。こっち側にイースターバニーがいましたよね。あ、いなくなってんじゃん。はい。FPS 視点とこっち側に来たら消えると。さあさあ。あとはどこをチェックするの？またここのね、フェンスとかをチェックしてみようか。はい。また別の防犯ゲートだ。ここはしっかり閉められてる。ほう。また閉められてない場所があるのかな？うん。ちょっと一周したんでフラグが立ったかもしれませんね。あ、なんかあったぞ。あ、ここ出口か。はいはい。鍵？なんで鍵？ああ、いい音。鍵を手に入れた。どこのだろうね。はい。X ボタンで、はい、わかりました。先ほどのこのジャスティン。安全ジャスティンですね。はい。この部分でインベントリを開いて使えると。はい。インベントリ、これ選択は一本の鍵、何を開けられるだろう。マジで こんな広大な敷地で何を開けられるか分かんない鍵を手に入れたら相当鬼畜じゃない？難易度マジムズじゃん。こっち行けないのかな。ここの鍵違うんだ。出れない。はい。ここで使うとかできないよね、さすがに。あ、やっぱり。はいはい。操作なんとなく分かってきましたね。老けてんな、ジャスティン。今初めて顔面超近くで見たけど老けてんな。はい。ちょっと待てよ。これで戻りましょうか。視点むずいな、これ。カメラアングルがね、変えられないのよ。はい。あ、なるほど。こうやって、すぐに周りを見渡せる視点もあるんだね。はいはい。R ボタンでこれができる。L ボタンもできるんだ。こっちは？これはカメラを修正するボタンか。はい。ちょっと操作確認がいつもより長いですね。さあさあ。ちょっとカメラワーク修正しながら行きましょうか。お、慣れてきた慣れてきた。うん。さて、これで、どこ側にこの鍵を使うのかしら。ここじゃないよね、さすがに。はい。閉められてるだから南京錠とかあったりしない？ねえな。一応やってみる。はい。はい。これが使えるものを探さないと。わかりました。やっぱここじゃないんですね。じゃあ、向こう側。他にね、そのイースターバニーがいたところには、開ける箱とかもなさそうでしたし、あとはどっちにあるん残暑。なんかこのカメラワークがさ、イースターバニー視点っぽくて怖くない？はい。さあ、ちょっと距離がね、開くのも、なんか雰囲気いいですよね。さあ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 。後ろから追われてるみたいになってるよ。ジャスティン・バズ・ライトイヤー、逃げないと。さあさあさあ、戻ってまいりましたよ。よいしょ。向こう側になんかあったっけか？はい。あれ？なんかムービーになったよ。なにこれ？あ？え、ムービーじゃない？
あ、じゃあお前そこにいたのか。ややこしいよ。何してくれてる。なるほどね、これキオスクなんだ。はいはい。ちょっと待って、キオスク分かったんだけどさ、こっち来い。何してんだお前。あ、ようやく脱出できた。キオスクの奥側からようやく脱出できました皆さん。はい、もうこれこのゲームクリアでいいですかね。いやー、じゃあカメラパンパンってやんのやめて、頼むから。ここはさすがに見せたから違うよな。一応選択してみる。うん、しまって違いますね。さあ戻ってくれよ、ジャスティン・バーニー。はい。混ざっちゃった。普通に今自然に混ぜちゃってたね。お前いい加減にしろよ本当に。カメラ枠いい加減にしろよ。よし、オッケー。あれ、こっち一回行ったっけ。確認していきましょうか。さあさあさあ、あ、なんか別なところに来たよ。これフードか、あ、違うよ、これ初期地点だ。はい。まあでもアイテムを手に入れて初期地点に来るっていう流れはね、結構王道ですから。はい。ここで鍵を使ってみましょうか。うん、違う。あ、なんか写真あるじゃん。何これ。はい。これいなくなっちゃったみたいな感じ？行方がわからないみたいな。あ、ぽいね。そんな感じします。これも見てみるか。あ、やっぱりそうだ。嫌な事件だったね。いやー、結構怖いぞ。はい。ここのショッピングモールでいなくなってんのかな？どうなんでしょう？だとしたらもう 100% バーニーが犯人でしょうね。あいつやべえぞ。日本語おかしい！ここさっき調べたろ！ガチャじゃないよ。一番最初に調べた場所だった。え、なんで？ロックされてないって。どういう日本語だよ。確かにその通りではあるけども。うん。ロックされてませんけども。さあこの辺からちょっとまたこっちドリに戻していきましょうか。びっくりした。笑わせてくれるなジャスティン。多分さ、ジャスティンも先ほどのポスターのやつを見る限りなんかフラグ感ありません？どうなんだろう。プロローグだしね。3年後のあの1988年は別の主人公の物語が始まるとか、そんな感じじゃないの？どうなんでしょうか。なんかその点も予測しながら行くと楽しみですね。皆さんどう思います？さあここは何だろう、お店。なんかいろいろ調べてみたくなるよね。うん、調べられない。この店は調べられない。さっきのキオスクは調べられたのに、なんでここだけ調べられないの、悲しい。さあ新たな場所に来ましたよ皆さん。音楽が止まったね。足音が虚しく響いております。これ来るんじゃねえか。もう、はい、マネキンがあるよ。こっち側何もなさそうだね。一応これ調べるか。はい。気味の悪いたくさんのマネキンだ。なんで服を着てないの？うん。マネキンだからだよ。さあ、行きましょう。服を着てないの。ああ、でも確かに、服ってそのままにするよね。なんで服着てないんでしょう。これはこれは。どこかに出口があるはず。うん。こっち側で合ってるかな？出口はね、先ほどのところも、濃くはありましたが、閉ざされてたからね。あ、こっち側もなんか見えましたよ。新たな出口。さあ、あれ、真ん中じゃないとダメですか？うん。はい、鍵がかかっている。ここ、あ、もう鍵はないんですね。じゃあちょっとまた別の方向を確認しましょうか。あ、またポスターあんじゃん。確認しましょう。あー、やっぱり同じだね。さてさて、あ、向こう側にもポスターが。これも確認していきましょうか。よいしょ、また別な子かな。うん、そうですね。あれ、これポスター読み終わったらジャスティン急に喋り出したよ。ここではたくさんの子供が行方不明なのに。遅えよ、見たろさっき。うん、はい。今ちょっと画面がおかしかったな。グワーンってなってましたね。どこ見てんだお前は。その横姿なんかもゼルダのゾーラ族みたいになってんじゃん。あ、てか待って、こっちイグジットって書いてある。ここは？あ、いけるんかい。こういうさ、お店っぽいところというかさ、さっき調べられたのかな。ねえ、一応キオスクも調べられたからね。はい、じゃあ行きましょう。あ、ダメだこれ、操作マジムズ。しまだよ。どうした？ジャスティン、おかしかった今。
ジャスティンというかさ、カメラマンがおかしかったんだろうね、今。はい。今さ、窓の向こう側にこれカメラマンさんがいたから、変な視点になっちゃったんだろうね。ここやべえ。ここはちょっと、こっちの視点で行きましょうか。はい。あ、やりやすくなった。はい。先ほどと同じポスターですね。うん。はい。あ、一緒だね。さあ、行こう。ちょっと待てよ。この先に何があるんでしょうか。扉があるね。これは、うん。アームシン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 オンリーって書いてありますね。はい。ここは、あ、ロックされてるんだ。はい。ジャスティンめっちゃガチャガチャやるじゃん。開くかな？開くかなつって。破壊神なんだろうな、普段は。うん。丁寧さが全く見受けられなかった、今。もうすごいな、ジャスティン。ジャスティンのドアロック半端なく強い。走って走って。お、ここなんか書かれてるよ。これは何でしょうか。はい。全部ロックされてんな。行ける場所ねえじゃん。もう一応あれだろうね。閉店してるから、このショッピングモールは。行ける場所がもう、行けるんかい。行ける場所がもう相当限られてるんだろうねと思ったら行けたわ。はい。これは、あ、お手洗いか。はいはい。怖っ、これ絶対来るじゃん。ジャスティン・バーニー・ジャスティン来るよ。なんか調べられる？あ、一応調べられるんだね。はい。バスルームのシンクだ。いいね、こうやってこまごまとできて。隠れた方が、マジか。隠れるにはちょうどいい場所かも。警備員とかからこう逃げてこう脱出しようって思ってんのかな、ジャスティンは。はい、隠れるにはちょうどいいかも。怒られると怖いですからね。 B ボタンで視点を遠くに離すことができる。はい。それから R ボタンで視点を近づけることができる。はい。隠れ終わるときは A ボタンを押して、はい、送りました。 B ボタンで、あー、なるほど、こうやってしゃがむことができるのね。はい。こっち側向いてしゃがんでみてみたいな感じか。はい。あー、この視点でもね、やっぱコントローラーだとなかなか厳しい部分がありますね。 R でズーム、はい、出ましょうか。怖音。はい。この辺も入れるの？入れますね。ただ下側覗いた感じ何もなかったんで、はい。ここだけなんか隙間が空いてるな。ここ開けてみる。はい。怖いって、この音。うわ、これ絶対来るじゃん。マジっすか。こっち側から出れるよ。はい。さあ、こっちはロックされてるんかい。出てきましょうか。あー、怖え。いつ来るかわかんない、この恐怖。なかなか好きですよ。はい。あれ？こう来たんだよね。さあ。あれ？扉がもうない。あったあったあった。ここで確認して多分、また鍵を見つけてっていう感じじゃないかな。はい。ここは閉まっていると。OK？ さっさっさ、どんどん進んで。あ、一応これジャスティンのバズ・ライトイヤーだった。はい。バズ・ライトイヤーの足元が見えるんですね。さあ、リトル・グリーンマンにも似てる。うわっ！何このシーン！トイレや！逃げろ逃げろ！待って、走れない！走ってんのこれ一応。ダッシュダッシュ！そういうことか！右側のカメラで、トイレに逃げ込めみたいな感じか。早く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 ！来てるぞ！でも結構距離あるんじゃない？ここや！いる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 ！早く早く早く！大丈夫か？怖え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 ！手前でいいっすか？うわぁ！はい！しょ、しゃがむ！見える！来た！ドアロックされた、逃げるところがない。まずい！あっち行ってる、あっち行ってる。バレてないよ。開けてんじゃん。もうここに入ったってのは丸分かりだから、これ一個ずつ調べてくんじゃん。怖え怖え怖え。一気に飛び級してくんな。尺を考えてくれてんのかな、リトルバーニー。ちょ、待て。じらしてやがる。向こう側行ったね。怖え怖え。何このそわそわ感。え、待って、出たんじゃない？行った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 。大丈夫？もう出て。鍵でもかけられてたから、向こう側かけられてないか。
丈夫、出ますよ、せーの、はい、お前音、自重しろよ、ジャスティン、ジャスティン、あ、ジャスティンすごい笑顔、うん、めっちゃジャスティン安全だしね、よかった発作は出てない。さあ行きましょう。こっち側開けてくれてね、手前は閉められちゃったんで、これ出た瞬間くんじゃねえかな、はい、いけるわ、怖え怖え怖え、多分右奥だよね、え、はい、これどこ、こっちでいいの、自販があるね、はい、壊れた自販機だ、自販機だすごいシュールですね、うわっ、これ来るだろう、パスコードあんじゃん、なるほどね、番号をこれ調べて打ってくのか、はいはい、これ出口っぽくない、あ、いける、どこに繋がるんだ、何これ、すごく怖い音する、なんかあったよ、懐中電灯拾う、来たぞみんな、ようやくこの暗さから解放されることができる、さあ目の前を明るくするために必要かもしれない、あ、まだいらないんだ、はい、あ、でもこれいいっていう風になってるんで、ひょっとしたらもう装備されてるかも、どうだ、されてねえか、うわ、こっち行ける、うわ、暗いな、ちょっと待てよ、あれ、でも変わってないよね明るさ、うん、まあでも今のところ問題ないし、さあさあさあ、こっちでいいのか、いや、すげえよくできてんな、怖えよ、あ、テレビあんじゃん、これ見ろって、はい、あれ、これ調べられないじゃん、が、待って、足音聞こえない、なんかあったぞ、お箸、これは役に立つかも、ドライバーか、はい、やんたん、ドライバーを手に入れた、お、いる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 、今いたよね、あせっかくドライバーとかライト手に入れたとこだったのに、急に来んじゃないよお前、はい、フォント伸ばすな、怖かった、なんだ今のね、終わりじゃないよねこれ、大丈夫かこれでプロローグ、すっげえこれボリューミーですね、はい、なかなかボリューム盛りだくさん、うん、いやー怖かった、はい、なんか音楽とかもおしゃれだね、うん、ストレンジャーシングスが始まりそうな感じというか、あれ確か新しいさ、あのシリーズ始まりましたよね、ストレンジャーシングス、俺まだ見てないんですよね、そう、新しいやつ以外は全部見ました、エグゼクティブプロデューサー結構かかってるね、はい、いろんな方が関わったこのゲーム、もっと楽しんでいきましょうか、怖くなるのはこれからだと思いますよ、まだ序の口なんだろうな、さあ、あ、先ほどのダネティケチャクチャスラスラス、はい、1988年、今日、うん、さて、お次はどういう感じの主人公なんでしょうか、うん、これアングルがめっちゃおしゃれ、かわいいね、はい、あ、いっぱいいる、なになになに、4、5人のマブダチ連れてきたね、はい、どうやら着いたみたいです、トム、トムと隣の人めっちゃ派手ド派手じゃん、最前列だけ、はい、本当に文字読みにくい、今グーって縮小しましたよねこのなんかこのセリフの後ろの黒縁背景のこの余白必要あるね上にぎっちりこれ並べられてんだけど文字が、はい、ゲイリー、はい、ちょっと心込めていきましょうか、
あのトイプードルの事件の後にこの仕事にありつけたお前はラッキーだぞ。That could have happened to anyone. 誰でもよかったくせに。All right, let's get started. それじゃあ始めるか。あまり時間はないぞ。ゲイリーのゲイリーが映りそうになった。Where the hell is the real estate agent? はい。不動産のやつはどこだ。誰のこと？トム表情がカッチカチだったね。50ドルは出してこの撮影許可もらったんだ。あれは不動産屋の車だ。なるほどね、先にいるんだね。おい、インターン生、名前なんだったっけ？インターン生、あの後ろの女性のことですかね。エマ。エマ。棒読みだったな今。エマ。感情が行方不明だった今。Yeah, Emma.Make yourself useful and find us a way in. エマか。よし、早速仕事だ。ここの中に入る方法を見つけてくれ。自分で見つけろ。なんそのトンボみたいな色のメガネかけやって、お前。本当に曇ってんぞ、空。なんでつけてんだ。インターシップの初日なのに。本当に最悪。走る練習で鍵を。あれ、ちょっと待って、すごい読みにくい。文字が小さすぎてわからねえ。走る練習でか、剣かな、剣を痛めちゃってあんまり長く走れないかも。あ、そうなんだ。なるほどね。痛めちゃった今ですね。スタミナが減ったら休みながら歩いてから出ないとまた走れない。はい、遅れました。うん、あ、また視点来ましたよ。いいね、 FPS もなかなか見やすいんじゃない。はいはい。ガッチガチだな。そのガッチガチな表情を和らげるためにこの派手めなシャツ着てるんですかね。素晴らしいぞトム。はい、俺は今回エマです。うん、安全って書いてありますね。はい、ゲイリーとエマ、この方は誰でしょうね。はい、ちょっとめっちゃ近いな。あ、びっくりした。ダナって言うんだな。はい、不気味なところね。今一瞬どつかれましたね、ダナに。はい、すごいな。さあ、あ、なるほどね、撮影できてるんでこんな感じで機材を持ってると。はい、私の仕事が来ましたよ皆さん。どうするんだ、チェックするんだったね、そういえば。はい、その前にさ、あそこの扉をチェックする前にこの車もチェックしていい？なんかあんじゃない、結婚とかったらさ、これからなんていうの、うん、なんもできねえわ。そう、はい、いきます。これからの伏線にね、便利じゃないかって思ったんですが、はい、あ、待って、お花さんを踏んじゃってる。ちょっと避けながら、さあさあさあ、さてさて、ここをチェックしてから、鍵がかかってる。他に、ひねこちゃん、あ、あ、探していきましょうか。はい、せっかくなんで、こっち側で、ドリーでまた行きましょうか。うん。いいね、エマちゃん。頑張っていこうか。さて、てかこれセーブないの？自動セーブ？さあさあさあ、うん。剣痛めてるんで、こんな感じで、スタミナが少なめなんですね。さっきのジャスティンさ、逃げるときは、スタミナとかなかったですからね。なんで逃げるときだけ走んなかったんだろう。腰抜かしちゃったのかもしれないよね。うん。あ、なんかアイテムありますよ。これ取れる？ここからで届けない。頑張れば届きそう。ね。後に必要になるアイテムかもしれませんから。さあさあさあ、これは何？左側の温室みたいな感じかな。はい。あ、ぽいね。さてさて、うん、こっち側は何もないかしら。なんか歩くとね、やりやすいかもしんない。うん、ムーンウォークすんな。さあ、私は見逃しませんでしたよ、こっち側に扉があること。さあ、これで、うん、ダメだ。あ、待って、なんかあるぞ、ここっぽいな。これじゃない？あ、やっぱり。いや、これ入ったらまずい、エマちゃん。大丈夫？人の家の中に勝手に侵入することになるなんて。確かに、ここって何か不気味。うん、よくその不気味だけの表現で済んだな。めちゃくちゃ怖えよ。なんだここ。年間、いや、週に人8人ぐらいこれ死んでる。なかなか怖いですよ。はい。ここ光ってる。ちょっと待って、もうお前、ジャスティン同様強いな。
ガチャガチャが強い。キャビネットに鍵がかかっている。中に何か重要なものが入っているはず。わかりました。ロケラン探してからここ破壊しましょうか。そうすればね、大事なものが手に入る。こっち側明るいんで行きたい気持ちがありますが、うん、怖いよね、暗いから。はい、いややっぱ室内はね、これ操作しにくくなりますが、ちょっとしばらくこれでやってみる。うん、またね、ちょっと限界が来たら FPS にします。乾燥機だ、なぜか閉められている。うん、中を見たいとは思わない。はい、本当ですよね。なんかさあ、いや物騒なものが入ってんじゃねえかな。どうなんだろう。この上からもうなんか来れたりするのかな。あ、なんか開けたよ。はい、電気がついた。待って、ヒューズが入ってないかも。ほうほう、ヒューズを探すみたいな感じか。その前にさ、あの人たち入れないといけないんじゃないの、エマちゃん。うん、え、上もあんの。ヒュって出てきたな。エマちゃん怖いっすね。ちょ、ここ、とりあえず一周散歩してから行きましょうか。あ、これ隠れるポイントじゃないの？空のタンスだ。やっぱりな。追われた時にここ、チェックすんのね。あれっしゃ。さあ、こっち側見ていきましょうか。ライトは持ってないよね。あ、持ってねえわ。はい。さあさあさあ。まあ、アイテムがあるところはね、基本的に光ってるんで、ここ調べられないね。さてさて、え？待って、ガーって言って今。え落ち着け、エマ。エマ大丈夫？あ、エマ安全だ。俺がダメだ。はい。今、ギーって聞こえませんでした？皆さん。暗くて何も見えない。なんか来る。うわ。暗い。こっち行っていいっすか？あー、先ほどのとこに繋がんのかな、これ。はい。あ、ダメだ。こっち見えねえわ。つむつむつむ。こっち一回行きましょう。ささささささ。はい。戻ってきましたね。なるほど。じゃあちょっと上上がって、その階もチェックしていきましょうか。よいしょ。いいですね。操作いい感じになってきたね。さあ、ここでまた反転するんで、操作が。待てよ。逆。エマちゃん。こう前行って、カメラアングル変わるから、エマ！エマ、いい加減にして。そう。偉いぞ。さあ、こっち行きましょう。エマ。いい名前ですよね。はい。これが1階かな。さてと、こっち側は？鍵を開けた。はい。これでもう出入りができるみたいな感じ？はい。この先はどこに繋がってるんでしょう。裏口っぽかったよね。あー、ここか。はいはい。ただみんながいるところは正面なんで、もう一個開けるんじゃないかな。多分そんな感じでしょうね。さあさあさあ、扇風機ある。ただ扇風機調べてたらなんか外に出ちゃいそうだからやめとこう。よいしょよいしょ。これ何？古くて汚れたマグカップだ。うん。そういうセリフもあるんだね。こっち側は？キッチン？お、調べましょう。うん。ない。何もない。あ、下っ側とこで選択できる。あ、こっちも開けんじゃん。あー。ない。なんもなかったわ。それ開けたよ。うん。その下ね。はい、汚っ。ガラクタだ。ガラクタっていうか、シミだよね。うん。他は調べられないかな。うん。なんで？なんで調べさせたんだろうね。謎でありますが。はい。こっち一回行きましょう。よいしょ。なかなか古びた場所ですね。不動産はいるのかな？これ不動産絶対やられてるよね。はい。何ここ？ロックされてる。薄い錠前のようだけど、鍵がないと入れない。はい。なんか上からダドリーが走ってきそうな場所ですね。ハリーいんじゃねえかな、ここに。ねえ。何かここも鍵を見つけて開けるみたいな感じかな。うん。2階もあるね。ここは。ロックされている。じゃあ手前側を確認してから2階行きましょうか。はい、あ、ここは明るい。落ち着くね。さてさて、うん、あ、なんかありますよ。これ何かしら。
床に穴が開いている。そこに何か光るものが見えるけど手が届かない。ほうほうほう、なんでしょうね。なんかバールとか棒で開けんのかな、こっち側は。なんだなんだなんだ、なんか音が、え、何この音、ガチャガチャいってる。え、さっきもさ、あの扉開けるような音したんで誰か入ってきてるかもしんねえぞ。なんだ今の音。はい、ちょこっち側の扉開けてみましょうか。あ、でもさっきの、あーでもドアノブがないんだ。はい、これ逃げるとき大変そうだね。こっち側から来て、あーなるほどね、繋がったか。一応ちょっともう一回戻って手前のお部屋も見たいな。はい、ここのこっち側の部屋、よいしょ、エマちゃん、そうそうそう、あー素晴らしい。これなんだろうね、積み重なった箱だ。なんも変、はい、扉はこっち側じゃなくてさっきの階段の横じゃないかな。あれ、でもちょっと待てよ、あほら赤い扉の横、こっちこっちこっち、ここじゃない？あ、やっぱりここ玄関っぽいもんね。Good work. You got in. はい、よくやった。中に入りたようだな。ところであのクソ不動産口悪ゲイリー、見た目も口も態度も全部悪いなスパスパな食べてるしタバコ。はい、クソ不動産の姿を見たか、いないんすよ。家には誰もいませんでした。あのクソ野郎がお前に50ドル渡しておくべきだったな。はい、Ew, it's nasty. だな、怖いんだけど、なんかうう、カビ臭いわ。はい、ま、そのなんか文字の縮小やめて、びっくり。ほら急げ急げ、中継車の中の機材を全部持ってきてここに入るんだ。さあさ、機材をセットするぞ、お前でやれ。すべてエマに任せんな。なんだあいつ、潰すぞ。なあ、踏み潰しましょう後で。こんなか弱いねエマちゃんに。インターンですよ。はい、インターン生をなめんな。ぶっ飛ばすぞ。ああ、なんか曲もおしゃれ。ああ、視点もおしゃれ。この車は調べられるかな。調べられませんね。はい、もう帰っていいっすか、俺。インターン生からランナーに変わって帰っていいっすか、こっち。あ、ここを去る理由なんてないのに。あるよ。ありありだよ。ゲイリーはもう態度悪いし、ここの家怖えし。まさかこのまま森の中を走り抜けるつもり。走り抜けましょう。ね、ただ、剣を怪我してるから、もしね、こう、マーダーというかさ、通り魔が来ちゃうと怖いことになっちゃいそうなんで、みんなと一緒に離れない方がいい。ええね。うん。はい。なんか、荷物っぽいものありますよ。これじゃないの？あ、くんかい！さっき調べたぞ！ケースを一つ持ちますか？てか荷物少ねえじゃん、持ってってやれこのくらい。いや、かわいそうだな、やだな。ちょ、なんかさ、こういうか弱い子がさ、大きな荷物持ってたらね、悲しくなりますよね。持ってあげたい。エマちゃん、え、これで何、正面に行けばいいの？みんないなくなってるよ。はい、先ほど避けてたお花もね、今エマちゃん踏みつぶしております。さあ、これでいいのかしら。よし、オッケー。とりあえず1個持ってきて、また取りに行くのかな。うん、どこに置いてくるんですか。この苦労が報われるといいな。ほんとね、ちょ待って、エマちゃんめっちゃイラついてないか今。すっげえ叩き落としたよね。このお前傷でパイっつって、それはそれでなかなかだぞエマちゃん。もう1個ありましたね、取りに行きましょう。これ1個です、内判定とかないよね。さあ、ここで再び FPS 視点にしましょう、ドリーちゃん。また後でね。あったあった。さあ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 、お花を踏みつぶして、よし、これで撮っていきましょう。はい、よし、 OK、 戸締まり完了。はい、開いてますけどね。さあさあ、なかなか大きなお家ですね。いや、こっちの方が操作しやすいな。いろいろね、使い分けていきましょう。てかさ、さっき、殺人鬼からさ、逃げたとき、相当、
運良くなかったね。あの路地やりにくいで変えた矢先に来ましたからね。終わった、もう二度とやりたくない。すごいすごい、叩きつける。さてさて、お、準備したんですね。照明をセットしたけど、この家の電気はついていない。本当にもう、あ、ヒューズ、誰かに知らせないと。知らせたら知らせたで多分またパシられるんだろうな。元気かトム。はい、相変わらず表情カチカチやな。 Wow, this is a cool house. 結構素敵な家ですね。はい、こっちに名前何だったっけ。はい、ダナ。そう、1秒たりとも長居したくない。きついな言い方。まあ確かにね、ここは一瞬たりても痛くないですが、その通りですよ。はい、ゲイリー、何をグズグズしてる。上がりをつけて探し回れ。お前、エマがおっちゃうぞ。 The power's out. ま、電気が切れちゃった。We'll turn it back on. じゃあまたつけ直せ。I don't know how. やり方がわかりません。Figure something out. 自分で何とかしろ。お前のそのズボンもっと上げてやろうか。上げすぎだろゲイリー、ズボン。眉間まで上げてやる。この野郎、どうやって捨てんだそれ。なんだよ。鼻の中に入れたぞ。はい。おかしいですねこのゲイリーは。一癖どころじゃない、何癖もあるゲイリーちゃん。はい、じゃあちょっとどこでもドアあるんで、ここから出てきましょうか。いや違う、こっち側じゃない。2階を調べていきましょうか。とりあえず地下とこの階は全て調べたと思うんで、こっち側もね、暗すぎて何も見えなかったからね。ライトを手に入れたら行きましょうか。はい、うわ2階も怖い、ロックされている。あ、行きましたね。どこにあるんだろう、ヒューズね。さあさあ、ここも隠れられる場所かな。うん、やっぱりキャビネット系は基本的に隠れる場所なんだね。ロックされている。はい、なんだこれ、床の黄色いやつ、カビかな。多分そうでしょうね。さっきあのダナがカビ臭いって言ってたしね。後でなすりつけてあげましょう、ダナに。さて、引き出しだ。調べた方がいいかな。調べた方がいいっすよ、多分。あんなもね。横は？そこ行く？ちょ、今までにないぐらい強い。ストレス溜まってるからな、今。ねえ、ゲイリーによってね、なかなかのイライラ状態でございます。ああ、ここ全体なんだ。はい、キャラクターだ。さあ、その下は？なんもねえじゃねえか。さっきから。ヒューズいい加減あれ。ねえ。なんで調べさせたの？これさ、一度調べられてほしいんだけどね、スイカース。うん。調べたところはさ、もうずーっと何もないのかな？それとも、フラグが立ったらそこに出現するとかありえるんですかね？どっちだろう。つ。イライラしてる。うん。ないね。はい。ダメだ。じゃあちょっと戻りましょうか。はい、ここ開いてるね。ただ何もない。さささささささ、これ向かい側の部屋とかもあるんじゃない。はい、これ初期のバイオハザード視点なんだよな。はい、初期バイオより多分操作むずいと思う。うん、だってカメラがフリーダムなんだもん。はい、あ、こっちもあるんだ。ロックされちゃってるね。これ調べたよね、あれ。あ、調べてねえか。隣か、調べたの。さあ、開けていきましょう。はい。ああ、なるほどね。もう結構、ボロ屋になっちゃってるからさ、廃墟になってるから、こうやってペイントもされちゃってるんだ。はい。これ調べられないか。テレビがあって、さっきもね、あれ、テレビだ、電源が入ってない。さっきもね、テレビがあって、その前で、うさちゃんにやられちゃいましたが。引き出しら調べた方がいいかな。ないですね。こっちか。お、やった。見たところヒューズみたい。来たね。取りましょう。つってサイズが合えばいいけど、大丈夫だと思いますよ。それ以外何もないですから。はい。よし、オッケー。さあ、ガラクタは置いといて行きましょう。こっ
ち側のもない。あ、これか。上からさ、見えてたってやつ。はい。これ何？え？やったー！鉛筆を手に入れた。はい。鉛筆？これ、何ですか？あとでね、転がして遊ぶ重要アイテムかもしれませんから。はい。ちょっと、別なところも探しましょうか。1、あ、でももう全部見たか。あ、え？誰今の？どちら様？しかも俺3階あんじゃん。上上がってきましたね。誰あの彼女？友達になろう？あれ？頑丈な鉄の塊みたい。鍵がないと開けられない。ここで鉛筆転がして遊ぶんだよ、多分。はい。あ。違いましたね。いけないんだ。誰？先住民？不動産の人かな？いや、でも違うよね。不動産は男の人じゃないの。さあ、降りていきましょうか。ヒューズもね、手に入れてるんで、ちょっと回収しに行きたい今日この頃であります。はい。さて、地下行き、あ、待って。なんかあるぞ。あれ、こんなのあったっけ、さっき。あ、びっくりした。音でけえな。いや、不動産のジェリーだ。誰かが1階の窓の鍵を壊して家の中に入ったようだ。なんかあのスプレーとかもされてましたからね。ヒューズを盗んだみたいで家の中は停電状態だ。だが心配しなくてもこの辺に別のヒューズがあるはずだ。ここ1階でさっきあったの2階だよ。全然近くねえじゃねえか。うん。あんたらが入ってくる音が聞こえないことも考えてドアは開けたままにしておいた。中に入ったら大声で呼んでくれ。開けたままじゃなかったよね。待って。ジェリー大丈夫これ。はい。ジェリーとゲイリー大丈夫かな。はい。あ、ここ調べてなかったんですよ。はい。よし。空っぽで、ガラクタで、こっち側は、あ！鉛筆って何？これ本当に何ですの？記録って何？はい。あ、データかな？今まで、あ、そうだそうだそうだ。これセーブだよ。なんかバイオのインクリボン的な感じなんじゃない？はい、今まで進んだ状況を書き留め、どこで書くんだろうね。ゲイリーの顔かな。さあ降りていきましょうか。カチャリコ。この下には何があるんでしょうか。はい、ちょっとねエアコンをつけたんで若干風の音が、うわ、びっくりした。左右がなんかグワンってなったね今。はい、若干音がね変になってしまうかもしれませんがご了承ください。そう、風がね入っちゃうかもしれない。さあこれでヒューズ、はい、お、来た。どういうこと？ヒューズを手に入れた、手に入れてたろ、お前。うん。はい。洗濯機です。乾燥機の中にあんな、うわ、待って、俺調べんのかな？マジっすか？これもう電気ついたんだよね。はい。多分ねじ込めるんじゃないかな。ねじ込める。これがじゃあ、ちょっと待ってよ。はい。開きませんね。何なんだろう。なんか回ってるけど。怪しいぞ。さあ、一応明かりはついたって確か言ってたと思うんで、この辺、あ、明るい明るい。探索しましょう。ただこれは無理でね。開けられない。こっち側は？うわぁ、本当についたの？くらない？ここなんかあるよ、扉っぽいやつが。あ、これいけるようになるのかなぁ。なんでここ来ると窓が開くの？怖いよ。猫？どういうこと？どっかにいんのかな？はい。でもなんか光ってるものとかね、ないですから。一周してきたんで、じゃあちょっとまた上上がりましょうか。はい。なんだろうね、あのヒューっていう音は。きしむ音かな？ね。結構老朽化してるからさ、床がこう傷んじゃって、腐ってて、こう音が鳴るとか、ありそうですよね。グラニーとかでもあったもんね。はい、外はいいか。さて、これで、みんなのもののとこに戻って、確認してみましょうか。多分フラグ立ったでしょ。どこでもドア。あ、びっくりした。よし、電気がついたぞ。それじゃあ始めるぞ。さあ、嫌なプロデューサー感。よし、いいぞ。準備はいいか、トム。Yep. Lighting ready?
挨拶きれい。はい、照明 OK です。カメラ回します。ねえゲイリー、私が思うんだけど、考える時間があったらさっさと台本読んどけ。誰にでも冷てえなお前は。I hate this job. 本当はこんな仕事嫌よ。Well, pull it together. まあしっかりやれ。もう何も聞かないからねゲイリー、人の気持ちとか考えたことないからな。準備はいいか。 All right. よし、アクション。Anthony Smith, アンソニー・スミス、通称イースターの切り裂き魔。この名前を聞いただけでも、この国で子を持つ親たちは背筋を凍りつかせることでしょう。彼の悲惨な凶行により多くの人々が生活を破壊され、家族の中が引き裂かれました。はい、先ほどのジャスティンの件とかね、他の人たちでしょう、他の行方不明者たちの。今夜その彼の空き家へと侵入します。そこは11人の読めね、小さすぎて見えね、罪かな、罪のない子たちが苦痛と恐怖の中で最後の瞬間を過ごした場所です。そうなんだ。8年前の恐ろしい事件以来、ここは手つかずの状態です。ただ彼の魂が今日までのこの家に取り付いていると言われています。この私、ダナ・ターナーがニュース9の特別レポートをお届けします。はい、なんかトイプードル事件みたいなことも言ってましたよね。静かなる涙、潜入、連続殺人犯のアンソニー・スミスの館。はい、ちょっとぼかしていきましょう。カット、休憩にしよう。早いな。そこは甘々ですね。はい、ゲイリー、台本のこの部分をやり直したいんだけど。だな、俺たちは60ミニッツを撮ってるんじゃない、チャンネル9だ。ピューリッツァー賞を撮るためにここに来たんじゃない。はい、やってることと言ってることが違います。もういいわ、この気味悪い家の中でも化粧直しができる場所でも探してくるわ。もうだな、終わったこれ。離れちゃダメっす、こういう場所でまとまっとこうよ。離れるの待ってるんで、向こうのマーダーちゃんは。誰もいね。あれ俺で取り残されちゃった、これ。おい、何してくれてんだ。はい、ほら、またいい言うた。これ何でしょうね。さっき取った鉛筆のことじゃないの？うん、光るものが見える。あ、違うんだ。これの真下にさっき鉛筆があった場所だったのかなと思ったんですが、違うか。さて、どちらに行くんざんしょ。ね、あ、いた。ゲイリーがいましたね。はい、じゃあ顔にちょっと記録書きましょうか。ゲイリー、ほらセーブさせて、顔面貸しなさい。 This is a great opportunity. これはお前にとっても大きなチャンスだ。タバコ目の前で吸うな、そんな。スパスパどこで吸ってんだ。 Put in a little extra effort. ちょっと頑張りさえすれば、お前の将来もマジでこれからうまくいくんだ。俺が言おうとしている意味がわかるなら。わかりました、覚えておきます。ダナのやつは一体どう言ったんだ。いつまでも待ってられんぞ。あれからしばらく時間経った設定みたいな感じかな。うん、ね、ゲイリーあれですね、意外とおしゃれさんかもしれませんね。ほらこの柔軟剤と合わせてますよ、自分の服を。うん、全然おしゃれじゃねえけどな。あ、こっち側開けてなかったね。これも確認していきましょう。強い強い強い、エマ強い。ゲイリーと話した後は毎回引き出しの棚開けるとき強い。はい、年会何もねえわ。これ横側はこれ無理か。はい、シンクだ。お、なんかやるのかな。さてお次はこれ、地下には行かなくていいよね多分、わかんないけど。もう一回行くか、洗濯機があったしね。ひょっとしたら止まってるかもしんない。さてさて行きましょうか。ささ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 さ、お、まだ動いてるね。何選択してんだろうね。だからバンバンと落とす。うん、他に何もないよな。はい、ちょっと進んできますよ。うわ、びっくりした。ダナ、こんなとこに立ってんじゃねえぞダナ。びっくりした。ちょっと喉が渇いたの。あ、そこで洗濯機回ってますよ、飲んでください。水でも持ってきてくれない？もちろん。ダナ視点怖いな。水、どうしよう。洗濯機の水をね、注いで渡すとか、そういうことはできないかな、今ちゃん。さあ、ちょっ
っとびっくりはしましたが、この階にはダナしかいないみたいな感じかな。うん。ギーっていう？あ、言わないね、今回。なんだろう。不思議ですね。はい。じゃあ、ちょっと上を戻りましょうか。うん。2階とか3階もあるんで、3階でも階段だけか。水ね、どっかにあるかな。シンクで注ぐとか、あ、このコップに注いでいくんじゃない。あ、やっぱり、なるほどね。やったぜ。このコップにあの洗濯機の水を入れて棚に出すんですよ、多分。はい。じゃあちょっと、あれ、ここで、あ、やっぱり冴えてる。いいね。スライドで引いたね。さあ、これ私に行きましょうか。うわ、グワーってなるな。さてさて、旦那ちゃん今持ってきたよ、水ね。ちょっとね、今回は鮮度落ちてる。洗濯機の水じゃないし。さあ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 、よし。貯金されてないからね、この水は。ねえ、ちょっと喉が渇いたの。持ってきてるよ。はい。ここで洗濯するのね。さあ、この除菌されてない水を渡しましょう。はい、どうぞ。Thank you. キャッチボール感覚でマグカップ取んな。ありがとう。Wait, どこで飲んでんの？このゲームの人物たち、なんか、嗜好品をたしなむ位置、謎だぞ、これ。水は嗜好品じゃねえか。はい。待って。これちゃんと洗ったの。水のことっすか。違う。マグカップだよね。はい。なかなかタイムリーで、ダナに突っ込まれましたね。はい。やっぱ洗った洗濯機の水が良かったのかな、ダナ。Yes. はい。ちょっと、この嘘は辛いぞ。Oh, うん。あ、今思い出した。この辺りで。鍵が落ちていた。マジで？やったー！旦那ナイス！この家の中で真実を見つけられるか確かめるのよ。誰もまだレポートしてない何かを。はい。そうすれば、大手の放送局からも声がかかるかもしれない。おい！何時間もだした。照明をつけて、さっはい、こんな退屈な話ばっかじゃ、見てる人間も眠たくなっちまう。僕の動画を見て眠くなってる、そこのあなた。目を覚ませ。もっとそそるような演出を入れるか。おい、お前。私ですか？マイクでかこのマイクでぶったたいてやろうぜ、後で。エマパンチって、私ですか？ほら、このシートかぶれ。シート。ケイリー、何をしてるの？こんなつまらない。誰も見たいと思わないし、やらせしようとしてんだな。お前のその退屈なレポートも役に立たない。言葉発するごとに人を傷つけんな、ケイリー。テレプロブレーターを読んでるのよ。仕方ないでしょ。視聴者は幽霊が見たいんだ。まあね。これも芸人なりの優しさなんだろうけど、まぁ、あ、ちょっと歪んじゃってますよね。はい、歪んだその心をあのマイクで叩きのめしてやりましょう、後で。よし、インターセイ。エマって呼べよ。ダナが、彼が育ったこの家で、といったところでこの背後を走り抜けろ。わかったか。よし、やるぞ。マジっすか。いやっす、そんな役。彼の姿を見たという多くの噂が流れています。ってダナが言った後、あのドアの向こうへ走らなきゃ。なるほどね。さあ、始まりましたよ。はい。じちっちゃ。はい。さあ、これどうやって動くのかな。あっ。動ける。これ今言ったらどうなんだろう。あははは。ちょっと申し訳ない。God damn it! I said don't buy it! Stand in the shot! ゲイリーザーマー、視聴者のみんなもゲイリーザーマー言われてるぞ、お前。なあ。見たことか。OK。やり直しになるんだね。よかった。来ましたよ。はい、イースターバニーとして、季節労働の、いいねな。職に就いたかな？就いたことが数々の虚構に始まりでした。あ、そうなんだ。はい。
来たぞ。イケゲイリー、ゲイリーじゃない。エマ、ゴー。走ってたろ今。押したぞ走るボタン。目の前ダメなんですかね。ふざけすぎですね。すみません。失礼しました。気を取り直して。はい。この目の前じゃなくて向こう側の扉だよね。はい。さあ、いきますよ。もうちょいもうちょい、次でね。さあ、しっかり準備して。来るぞ来るぞ。来た来た来た、ゴー！エマ！エマおかしい！動けおかしいぞ、エマ！What was that? Tom, did you get that? ちょっとだけ映ってた今が。はい。オーラのようなものが通り過ぎたように感じられました。はい。ダナも見ちゃってますね。いいんすか？マジ？お前マジかよ。正気じゃねえ、この鬼山じじ。はい。これは高視聴率も間違いなしだ。休憩を取って、それからベッドルームで一旦撮影を整理するぞ。ちょうどいいタイミングだから僕はトイレに行ってくれ。トム、お前気をつけろ、はい、ダナは大丈夫でしたね。おい、腹が減ったから中継車に乗ってピザでも買いに行け。局のクレジットカードを使っていいぞ。局かい。ゲイリー、お前はつくづくなんか好感度落としていくなね。これから上がるかもしれませんから、皆さんかすかな希望を残してゲイリーを見ていきましょう。さあ、これで私が車に戻ってやんないといけないんですかね。なんだあのゲイリーは、本当に。あ、てかこれはまだ終わんないの？終わんなそうだね。中継車。あ、ピザをピックアップしに行く前にこの鍵が何に使えるか調べないと。小さな鍵なんで、1階のあれじゃね？箱じゃないかな。小さな鍵ってことは多分引き出しの棚だわ。開けに行きましょう。これじゃないか。さあ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 、開けていきましょうか。はい。重要なものですからね。また鉛筆だろうな。あれ？ここ違うんだ。え？じゃあ3階？あ！今、ダナと話してるんですけど、見てください、皆さん。誰にも話しちゃダメよ。特にゲイリーには。私たちのネタを自分のものにするだろうから。はい。亀裂が入りましたね、とうとう。さてさて、このダナ派とゲイリー派で分かれるのかな。どうなんでしょう。どっちの勢力が強いか。エマはね、あのなんかコンボを今、コンボという名のマイクを持ってるんで、何を言ってるんでしょうか。私はゲイリー爺さん。ちょっとめっちゃブチ切りですね。すぐに行きます。ただ鍵の部屋を見つけてから。はい、Let's in here next. なるほどね。こっち側は？あ、ひょっとして違う。いや、違う。ちょっと待ってよ。申し訳ない。絶対これだわ。小さな鍵。ここだろう。やっぱり、開けましたね。何があるんだろう。ハリーいるかな？もしかしたらドビーだったりして。さあ。ゲイリーがダドリーで、エマがハリーで、後でハリポタごっこしましょう。この部屋にいると安心する。ここでは何も悪いことは起こらないような気がする。ほう、安全地帯。何も書いてない日記だ。あ、ここでこれあれかな、セーブできるのかな。何も書いてない日記だ。今の進捗状況を書き留めておくのに使えるのかも。ほう、さてさて。あ、なかったぞ。はい、やった、懐中電灯手に入れた。これで暗闇の中でもよく見えるようになった。ほう、何か見落としがないか。これでさ、懐中電灯を手に入れたことによって、暗いところでさ、見えなかったアイテムが、はい？見えなかったアイテムが多分出現する可能性がありますよね。はい、ここに鉛筆も落ちてますよ。よいしょ。3つになりましたね。はい。とりあえずセーブしちゃおうか。1回目。うん。いや、でも待てよ。これ3本、今さ、家中ほぼ探して3本だから、後に響くんじゃねえかな。もうちょっとだけこれ、記録しないで進んでみます。うん。なんかそういう雰囲気になるじゃん、多分。今は多分、大丈夫なんじゃないかな。わかんない。ちょっと私のね、このホラーゲーの勘です。出てきましょう。なんか今もう人も結構まばらにいるから、何も事件起きてないから大丈夫だと思うんだよね。はい。
でもなんか怖いな。ちょっと待てよ。はい、いますね。棚を。これライトは、ちょっと待てよ。またこの視点にするか。はい、ドリにして、ライトはどうやって使うのかしら。はい。目の前は、はい、これでもう使えてんのかな。どう？エマ？あ！ようやく着きましたね。はい。なんかこの懐中電灯の接触悪いのかもね。チカチカになってたぞ今。はいはい、こうやって付け消しができるのね。さてさて、あったね。なるほど、怖えって。だから、はい、地下のこの暗いところをさ、そうライト手に入れたんで、この地下の暗いところをね、探索するのかなと思ってきたんですが、早速ありましたね。はい、誰かがバールをここに置いていったんだ。役に立つかも。ういっせ、バールを手に入れた。来ましたよ。他にもなんか扉とかね、こじ開けるように使えるかもしんない。はい。うえ、誰誰、今の赤髪の女子がいたよ。お化けも出るんだね。すり抜けたわ。なんか言ってよ。このバールで開けることは？はい。無理だ。このバールでね、扉も破壊し、ゲイリーとの関係も破壊できるかなと思ったんですが。さあ、他には？あ、これ壊すんじゃない？ひょっとして。ちょっと待てよ。これで、ダメなの？怖えよ。あ。こっちで、あ、待って、洗濯機できんじゃない？これは？ちょっと試しますよ。物は試し、あ、来た！すげえ、待って、何入ってんの？みかん？あれは何？あ、ドアノブだ！もうゲームは始まってますよ。これは試されてますね。ちょっと安心したかも。何か怖いものが入ってると思うんだ。やっぱみんなそう思うよね。さて、ドアノブ手に入れたんで使いましょうか。はい。さあ上がるわよ、エマちゃん。いやー、ちなみにね、これすぐ視点変えられるようにできました。はい。いちいちメニュー画面を開く必要はもうないですね。さ、戻ってきたけども、外がもう、あ、マジで？ほんとだ、やった。これで、あー怖え。やっぱ電気消してこれ松崎しげるモードにするとなかなか闇感が増しますね。はい、彼闇みたいなもんなんで。さあドアノブつけましょうか。ここよね。そろそろセーブしとこうか。怖い、メタメタ怖い。だって最初からになっちゃうでしょ。プロローグからとか言われたら俺顎外れるよ。はい、ちょっとこのミカみたいな扉開けていきましょう。何があるかな。お、新たな場所へ。あ、なんかあるよ。これ何。はい、非化希望だ。ちょうどいい感じの武器になりそう。もう戦闘準備満々じゃん。セーブしよう、これ危ない。はい、拾って、やった。ここで出てこられたらなかなかまずいことになりますよ。はい、これはピアノだしか言わないですね。はい、ちょっとこっちから行きましょうか。鍵を開けた。カチャ、内鍵なんだね。行って大丈夫かな。繋がってほしい。繋がってよかった。はい、セーブしよう。怖かった今。150点満点の返事が出た。はい、セーブしてと。よし、オッケー。あ、エマかわいかったね今。いや違う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 。はい、エマちゃんコンバースかな。違う。こうだ。オッケー。これで鉛筆を使っていきましょう。はい。さてさて、セーブしましょう。はい。いやー、怖かった。このハラハラ感がね、逆にたまらない時がありますね。うん。よかったよかった。はい。よし、これでセーブされたかな？出てきましょう。上からガシャって聞こえたよね。はい。とりあえずさ、さっき、ゲインだっけ？なんだっけ？ゲイリーだ。ゲイリーにパシられてるんで、外出て、カードで、
ピザを頼みましょう。さあ、う、怖え。何ここ、別世界来ちゃった。これまずいぞ。あれ開いてんじゃん、さっき閉めたよね。うわ、パンクしてるし扉が壊れてる。中継車が、誰がこんなことを。フロントガラスにメモが貼ってある。いやこれ来るぞ、よかった、セーブしといて。ああ、なんて書かれてんの、わからない。ああ、こういう風に読むのか。もうどこへも逃げられない、これじゃあもうゲームでもするしかないね。君はイースターエッグを狩る、僕は君を狩る。もし全部見つけたら君は帰っていいよ。あ、でも本当に見つけちゃダメだよ。まあ君には無理だろうけど。煽られてるね。さあ、その君の爪の甘さが今後のエマのね、あの暴君に触れてしまうかもしれませんよ。これからちょっと大暴れしていきましょうか、エマちゃん。さてさて、行こうか。おじゃしゃっす。これを伝えに、多分そう、ゲイリーとかダナに伝えに行くんだろうね。うん。なんでトムだけ名前呼ばなかったんだろう。はい。さあ、てかダナいねえじゃん。どこ行ったんだ、ダナ。ねえ。あっち行って、ダナ。これは違うもんな。バールで取る。ちょっと待ってよ。あ。あれ、てか、バールはもう壊れたの？構えるんじゃなくて、カチャじゃないよ。普通に両方とも装備しちゃっただけか。はい。これ装備したはいいんだけど、どうやって攻撃すんの？これ。うん、カチャじゃないよ。お！構えたぞ！これで？せーの！あ！来ましたね。了解。これでゲイリーが来たら、OK。ゲイリーが目の前でなんかすごいひどいこと言ったら、よし、OK。ナイスだぞ、今。さて、これでやっちまう。おっと、接触が悪くなったぞ。この接触悪いときはさ、マーダーが近くにいるとか可能性あります？どうでしょうね。さあ、行こうか。ふぅ、緊張するね。先ほどここに繋がって、じゃあちょっとそろそろ上も見ていきましょうか。あ、またあの子だ。やっぱいるよね。ずっと同じとこ通ってて飽きないのかな。ね。さあ、どっちか、あ、ここだっけ？ゲイリーいた場所。入っていきましょう。あれ？閉まっちゃってるよ。おい。開きなさい。開きたまえ。こっち一回行けるかな？開けた。ゲイリー、ダナ、トム、あ！テレビついてる。これはどうすんの？あ、はい。テレビだ。残念だけどこの家にはケーブルがない。うん。一応月はするんだね。はい。ここは鉛筆見つけたところだっけ？あ、違うわ、ヒューズだ。はい。じゃあそろそろ戻しますか。くまなく探そう。ここは？うん。隠れるのに、あ、ここ隠れられるんだ。さあ。あ、てかベッドも隠れられんじゃない？ベッドしたら。いや、無理そうだな。隙間がね、調べられないし。よし、出てきましょう。いやー、セーブして本当に良かった。さあ、お次は、こっち側見ていくか。みんないないんだけど。どこ行ったの？帰った？俺だけ置いて帰ったかな。あ、いたいた、びっくりした、お前。ピザはどうした？ここで何か変なことが起こってます。中継車が壊されて、扉も閉められてます。トムはどうだった？わかりません。私も彼を見ていません。ああ、不動産屋のやつの仕業だ。どうだろうね。撮影が終わったら追加で50ドルやるって言っただろう。出てこい！このチキン野郎が。お前は豚野郎だけどな。どうなっちゃうの？ちょっとやめてきて。もう暗くなってきたし、この場所は暗くて不気味だわ。早く撮影を終わらせましょう。撮影続行すんの？帰ろうよ。そうだ。トムの野郎がどこに行ったかわからないから、お前がカメラを持って。マイク担当だよね、今って。いいんすか？
使い方がわかりません。簡単だ。カメラしっかり持つ。それだけだ。じゃあ自撮りしてくれ。Okay. このでけえカメラ自撮りしてくれ、ゲイリー。頼む。俺に手本を見せてくれ。ああ。モノクロですね。現場のダナ・ターナです。私たちは今、ここで立ち往生することになってしまいました。何者かが中継車を破壊し、プロデューサーと約束し、早い早い早い。ここの部分ね、セリフが自動で飛んじゃうのよ。はい、とりあえずあれだよね。今あったあの事件というか、こっちのさ、心境というか状況をお伝えしてましたね。そう、車が壊れたとか。はい、あと事件に関してのことを話してもらう。なんだ。I can't work under these conditions. ランチをちょうだい。わかった。休憩にしよう。おい、インターゼ。トムがどこに行ったか確かめてこい。わかりました。ランチって言ってたんで、お昼休憩らしいですね。うん、夕方。はい。ちょっとトムを見つけに行くことになってしまいましたが、このね、扉を壊すこともできれば、この人たちの関係を壊すこともできるこのバールでお話ししていきましょうか。バールを構えて。おい、ゲイリー。お前だよ、お前。スパスパ吸ってんじゃねえよ。何じゃねえ、お前は。誰がピザ買ってこいって？はい。すっきりしましたか、エマ。さて、エマのね、ストレスが溜まってたんで、ちょっとここで発散させてあげました。さて、次、トムちゃんを探しに行きましょう。さあ。ここの部屋にみんなはいるのね。これ絶対さ、出たらこれ、みんないないでしょう。はい。上っ側見てみるか。こっちか行けないもんね。さあ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 。よし、これ使おうか。よいしょ。こっちは行けないよね。だよな。はい。頑丈な鉄の塊みたいだ。鍵がないとわけない。うん。なんか最後に来るっぽいよな、ここ。先ほどのなんか赤髪のさ、女の子も、ずっとあそこに走ってったし、ひょっとしたら何か重要な秘密があるのかもしれない。はっ、トムチン、トムチン、どこの電気がビリビリしてたの今。ここの家おかしいっす、トムチン。どこにもドア。よし。さて、これで、これ何？え？イースターのバケットだ。あ、なんかここに集めろって言ってたね。はい。バーニーからのメッセージ。あれ言った方がいいよ。ゲイリーたちが怖くて言えねえんだろうな。かわいそうに。ちょっと待てよ。地下は。いけるね。じゃあもう一回セーブして、まあまあ進んじゃったからね。来るか、どこにいるんだ。先ほどダナが行ったところにはいない。これは、あ、隠れられるんだ。ここも隠れられるところがさ、結構あるはいいんだけどさ、忘れちゃうんだよね、なんか。あっ場所がさ、そんな目立たないから忘れちゃいません。トム？ド派手なシャツが目立ちますね。あなたが見つかるなんて思わなかった。だんだん怖い雰囲気になってきた。イースターの切り裂き魔が本当に戻ってきたの？はい、トムなんか持ってますね。鍵か。ここに閉じ込められたみたい。ドアがすべてロックされている。見てよ、鍵見つけたんだけど、どこを開けられるかわかんない。見せてみて。これは君が持ってて、君ならこれで開けられるドアを見つけられるかもしれない。他力本願。僕は別の出口がないか探してくる。後から君を追いかけるよ。はい、優しいです。大きな鍵を手に入れた。はい、あ、これ3階のじゃないの。来たぜベイビー。ナイストム。あれ、トムいないぞ。トムは消えましたね。うん、いない。さあ、この鍵はどこに使うんでしょうか。3階と見てるんですが、はい、うん、まあじゃああれですね、とりあえず3階行く前に1階上がって1階を調べてから、とりあえずセーブして2階上がって3階上がってって感じにするか。うん、とりあえずトムを見つけたんで、ゲイリーたちに話しに行った方がいいかもしれないですね。うん、
じゃあちょっと1回調べてゲイリーたちの元に行きましょう。その後3回。あ、夜になったんじゃない？これまたフラグ立ったな。はい。さて。いつ出てくるかわかりません。もう奴は私たちのことを見ているかもしれません。さあどうなっていくんでしょうか。どこで。なんだなんだなんだ、上から下よね今。いや、待って待って待って、セーブさせてください。怖え、なんだ今の音。ふばーっつっててね、クロックターのさ、あのクロックターゴーストヘッドのあのおばちゃんがさ、玄関確認しに行ったみたいな感じだったよね。ちょっと待てよ、これで、はい、いや使っていいかなこれ、どうしよう。でもこの辺手に入れてるか、いろいろだからな。うん、使っときましょう。はい、よし、まだ1個あるからね。はい、セーブできました。よし、さて2階を、2階じゃない、1階軽く見てから2階行きましょうか。いやてかもう2階か、叫び声聞こえたもんね上から。さあさあ、うわ暗っ、怖え、来るかな、ちょっと待てよ、これムービーじゃん、来たか、この中に誰かいるわ。うわあ、モザイクかかってる、すげえ、これ僕かけてませんかね。うわ、あ、行きます。ロックオン。ちょ、なんだこれ。オラ。さい。寝ろ。よいが寝とけお前。あ、帰ってった。いい返しろよ。エマのこのセットかっこよかったね。セット。ゲイリーで試しててよかった。怖かったー。ちょっと待って、かなり食らったんじゃない？安全。エマ安全だ。強いね。来やがったな。待って、ダナやられちゃった。どうするのこれ。うわぁ。ダナ先輩、ロックされてるじゃないよ。おかしいで踏むな。こっち側から来ましたよね。みんないるとこだよな。ゲイリー兄さん。まずいっす。うわ、いなくなってるわ。そりゃそうだ。こん中に隠れてんじゃない、ゲイリー。たけしみたいにガタ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 つって。青鬼のたけしです。はい、キャビネットだ。いや、今いいですよ。ただ今、警戒音が流れてる。いや、大丈夫なの。また来たらこれでぶっ飛ばしましょう。ロックされてる。無理か。さあ、主観にして。誰もいないね。なんか新たにアイテム出現とかしてないから。いや、怖かった。ちょっと隠れてみたいね。うん。攻撃して戦ってしまったんで。あ、そこ一方通行だからね。まあ、しゃあない。いや、てか、セーブしてよかったね。はい。あれ？ちょっと待ってよ。ああ、ちょっと。ダナ姉さんが。うわ。ダナの頭だ、じゃないよ。ちょっと、この辺はモザイクかけてると思います。編集でね。はい。これはなんか食えてますね。うん。あ、イースターエッグが詰め込まれてるだって。はい。死の卵を拾えますか。じゃあ、拾うしかないですね。これでバケットに戻すのかな。はい。うん、かわいいな。ちょうど、ダナの顔面がちょうどうまいことモザイクみたいに隠れてるね。はい。エッグ手に入れましたが。いやー、ちょっと待てよ。すごい、もうこう、怠慢した後が。エマとバーニーの怠慢が行われましたからね、だけど。じゃあ、ちょっと下降りるか。どこに逃げたのよ。はい。じゃあ、こっち行きましょう。ピアノの部屋。これでお供えして、何かフラグが立つかもしんない。さあ。トムとゲイリーどこ行ったんだろうね。イースターのバケットだ。不気味。さあ、今、皆さんは誰が怪しいと思います？僕ね、正直ね、このメンバーの中に犯人いいんじゃないかなと思ってます。はい。さあ、うん。可愛いね、置き方。さあ、一個お供えしました。すると、奴が来たりするかもしれないんで、一応構えておきましょうか。いつでも出せるように。さあ、セット行きましょう。主観ではこれ攻撃できないのかな？あ、できないね。
違うよ。これもう一回地下行くか。チャス、トム、いやでもいねえだろうな。絶対いねえよ。うわ怖えな。この感じ。次は反時計回りに行きましょう。さあ、なんか物音した今。してねえか。ここはいけないもんね。うん。さてさて。これは？あ、隠れるのか。さあさあさあ、地下は結構隠れる場所がありますね。ここも隠れら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 れるだしね。いや、ねえな。ねえというか、いねえ。さあ、じゃあちょっと、外もね、気になりますが。見ていきましょう。いやー、怖い。うわっ！これ、時間制で出てきたりしないよね。怖えよ。さあさあさあ。いや、まだ制覇いいだろ。だってあと1回だよ。どこにいんのみんな。いねえ。誰もいねえ。この椅子の下なんか緑っぽいよ。なんだろうね。いやー、どこ行くんだろう。やっぱ外かな。みんな外で車の前にいるのかもしんないね。はい。じゃあちょっと行きましょうか。裏口からになっちゃいますが。よいしょ。え、マジで？正門は？いらない今。どうだろう。うわ、閉じ込められたわ。え、ってことはこれもう調べる場所が、ないんじゃないか？うん。じゃあ3階の方行ってみる。していきましょう。汚れてんな、ここ。誰で汚したの？さあ、上がってきましょう。はい。あ、そうだ。俺鍵手に入れてたんだ。忘れたわ。ここ開けんじゃない？っていう話だったよね。あ、やっぱり。来たって。ロックされてないって言ったから字幕おかしいって。日本語おかしいっす。鉛筆あってほしいな。そろそろセーブしたいもんね。はい。うわぁ。怖えぞ、ここも。はい。これ何？ちょっと待てよ。普通のライトだ。ライトを見て普通のライトだと思う感情が湧いたことがない。はい。なんでしょうね。でも何かしらするんだろうね。はい。これは？ブレーカーか何かだな。これは使わなくていいかも。うん。なんか地下、うわ！上向いちゃった。ちょ、視点申し訳ないね。クワってなっちゃうんだよね、コントローラー。あの赤髪の女の子かな？かもしれねえ。これは？壊れた冷蔵庫。はい。あ、てかこれ、開けられんじゃない？無理かな。これ武器だもんね。なかなか。ああ、無理だわ。外しちゃったね。よし。いや、これまた来るかもしんない。ちょっと待って。なんかそんな気がする。泣き声聞こえて、向こう側から来るんだよ。絶対そう。ほら。フリーダムカメラマンも向こう行ったし、教えてくれたよね、今。ああそうやって戻んないで。あ、てかここをチェックしてないね。これ確認しよう。この棚をね。田中には何があるのか。さて。はい。鉛筆来い！ちぃ。鉛筆ガチャ外れましたね。鉛筆来い！なんだこれ！ガラクタばかりだ。待って。これは何？レターオープナー。はい。なんかペーパーナイフみたいな。こっちはないかな？鉛筆あって。あー、ない。ガラクタばっかだ、この家。帰りたいな。さあ、ちょっと待てよ。ある程度近づいたら、あれ？これ下なんか空間ない？ほら。いけんじゃね？うっ！来る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 。絶対来るじゃん。こんなん。セット！来やがれ！準備はできている。どこにいるんだ？あれ？あ。あ、鉛筆や！やったー！行き止まりだと思ったら鉛筆あった。来たでー。このゲームを制する者は鉛筆を制す。うん、逆だ。この鉛筆を制する者はこのゲームを制す。さあ。
セット。ゲイリーが来たらこう。開けた瞬間来るかな。でもこの部屋に来たことによって間違いなくフラグが立ったはず。うん。さあ行くぞ。この乱闘の後はずっと残るんだね。はい。いや怖え。ムーンウォークしないで。さあ。ああ！セット！違う！突っ立つな！おら！消えろ！あれ？よし、オッケー。引け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 、引くことも大事。ああ、やられた！ダメだったか！エマ！まあ、ちょっとやられるシーンもね、見たかったんで。こんな感じがハグでやられたよ。ほんと可愛い。やられちまった。どっからだっけ？やっぱ来るんだね。はい。待って、どっから？あ、よかった。鍵手に入れてたわ。そうだ。これで上に行って戦うんだよね。さっきのあのバーに見た時のエマの表情めっちゃ面白かったな。超アホ面でしたよね。さあ、セット！かかってきなさい！よいしょ！もう一回！よいしょ！無双状態！よいしょ！強いな、今！よいしょ！ゲイリーで培ったこの練習技術を。コツつかみましたね。はい。これ一回ね、構えて攻撃した後、構えがね、構えるな。戦ってる最中はね、二度目構えないんですよ。だから、また再び構えないといけないの。そう。今、それの連続でしたね。さあ、向こう側に逃げました。もう奴が出てきても怖くありません。だって、エマがいるもん。追うぞ、バーニーを。また出てきやがって。なんだ、あいつは、イースターバーニー。ちょ、待てよ。いねえじゃねえか。どこに隠れたんだ、あいつ。ここか？キラーがエマになってる。完全に今、イースターバーニービクビクしてるでしょうね。この部屋いないと。さてさて。また、ここをね、調べたら出てくるんで。戦う準備をしときましょう。待って。息遣いが聞こえる。ここ？え、うわ、来た来た来た、危ねえ。これ隠れるんで正解だったんだ。すごいハーハー聞こえたんで、あいつが近づいてきてたんだ。危なかった。ランダム要素か。ほら、ダースベイダーいる。さっきのね、ジャスティンはバレちゃいましたが、エマは一味違いますよ。この BGM がなくなるまで多分いいんだろうな。あ、ガチャって聞こえたか今。足音はなくなったね。いや怖え、これ怖いけど面白いね。聞こえなくなったぞ。出ましょう。いやー怖かった。来るんだこっち。さっき来なかったじゃん。はい、ここでペーパーナイフみたいなの手に入れましょう。あー怖い。やった。よし、これちょっともうセーブしたいな。今インクリボン2個あるんで大丈夫じゃないかな。さあ来るかもしんないよ、また。いきます。セット。さあ、行くぞ。この辺から来たよな。来るなら来い。いつ来るの？うん。あ、これ取ってなかったわ。あの野郎！エマに手出して危険！どうしよう！危険になっちゃった、私。これ回復しないかな？今隠れた方がいいよね。
成分の中に隠れるか。最強の手段を。マジで？めっちゃ食らっちゃったよ。一応セーブしとくか。はい。あの中間のやつもね、セーブがあるし、そう、ロードをすればさ、先ほどのところからも続けられるから。いや怖え怖え。はい、ちょっとよ。はい、あ、音なくなってるわ。いや、ちょっと待って、セーブする前にイースターをとりあえずお供えしてからセーブします。これ体力回復して、なんかないの？エリクサーとかないっすか？ポーションとかね。ちょっと待ってね、薬草とか欲しい。はい、これでじゃあちょっとお供えしていきましょう。よっこらせと。はい、あとはなんか調べられるやつはある？なさそうね。ここピアノだしか言わないもんね。はい、よし、でよ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 。視界がイチゴジャムになっちゃった。ブー！お前すげーよ！やられちまったよ、また。散策してたら急に出てきやがった。こんな頻繁に来んの、バーニーちゃん。このドブネズミめ。待って待って、来やがった。今隠れてるんですけど。またね、息遣いが聞こえたんで入っております。あれ、でも聞こえなくなったな。出るか。怖え。多分来るよね、また。ふぅ。さあ、どうしましょうか。はい。一回やり直して、ロードしたところからね、やり直して、このね、体力が警告ゲージになってますね。そう、赤だとね、ちょっと皆さん見にくいかなと思って、戻ってきました。さあ、行きましょう。次、どこ行くんだ？あ。ちょっと待てよ。これか！なるほどね。はい。オープナー、あ、でも開かない引き出し結構あったよね。はい。なんかテレビあった部屋とかにもなかったっけ？これで開けてくのね。わかりました。行きましょう。磁石。何に使うの？磁石。あ、これで、バールとかでも引き出せなかった、鳥の巣みたいなところ。あそこで使うんじゃない？はい。錆びているけど、磁力は強い。うん、ぽいね。絶対そうだ。さあ、行きましょう。1階だったよね。磁力強いやつは。さあ、戻りましょう。これ、戻る最中に来るか。来ないでね、急に。時々ね、カチャっていう音がするんで、その後、息遣いが聞こえるんですよ。多分、それでね、来てる合図だと思うんですけど、耳をね、澄ましていきましょう。さあ、いつ来てもおかしくないぞ。ふぅ。セーブはまだいいかな？うん。とりあえず、こっち側だっけ？あれ、ちょっとなんか道が忘れちゃうね、これ。1階につなが、来た！よし。これで、キュッ！せーの！おい！避けたろ、今！痛いっす！嘘！警告から2回でこれやられちゃうんだ。痛えよ、もう。なんだ、それ。さて、戻ってまいりました。一旦ここでセーブ記載しますか。さて、行きましょう。ここから来たよね、やつ。来ないんかい、今回は。こっち側から来る可能性もあるから、気をつけて、エマ。さあ、取ってきましょう。これ、取れんじゃない？あれ？あ、やっぱり。ちょ、2回やんないとわかんないね、これ。何度かさ、1回目確認してできなかったっていう試しがあるんで。はい。鍵みたいだ。どこの？うん。いっぱい閉まってる場所がありますよ。さあ、どっちかしら。来るかな？そこも怖えんだよな、なんか。来ない？来ないね。OK。どこの扉だよ？今ちゃん気をつけろ。上っか行ったもんね。この辺から調べるか。え、いいんだ。やったー。一発で来ましたね。で、はい。あ、なんかあるよ。うっ！ Data is dead. おめえか！だらしない！じゃないよ。Huh.
一番最初にやられる側だろ、お前が。はい、ゲイリー。出口を探すの手伝い。ああねえ、よかったね、ゲイリー。マッサージ中です。一応隠れられたんだね、エマは。はいはい。さあ、ゲイリーがちょっと持ってかれてしまいましたか。やられちまったよ。あんなね、ちょっと、イラつく親父でもなんかこうなると悲しいですね。イラつく親父でもこうなるとちょっと悲しいですね。うわ、ちょっとまずいな。モザイクションします。ちょっともうこっちあんま見ないようにしよう。ここになんかあるんでね。はい。ちょっと待って。ここに何かある。なんでしょう。ブラックライト拾いますか。拾いましょう。はい。あ、待って、これあれじゃん。普通のライトと変えるんだ。来た。この勝負もろたでくど。何この部屋。はい。あそこにタモさんみたいな絵がある。187。ね、187って。はい。あ、なんかありますね。うん。ゲイリーのことめっちゃ踏んでるからね、今。大きなウサギが僕たちを見ている。僕が動くと、その大きな黒い目で追ってきて、ずっと見ている。夜になると、壁から音が聞こえてくる。その音を初めて聞いたとき、僕は嬉しかった。なんで？君とママが僕を探すために叫んでると思った。僕を助けに来るって。でもそうじゃなかった。叫び声が始まると、他の子たちは耳を塞いでいたけど、僕は聞こうとした。壁に頭をつけて、息を止めても、どんなに頑張っても、何を言っているのかわからない。ママでもなく、君でもなくて、大人の人みたいな声で、本当に悲しそうに、いっぱい叫んだり、泣いたりしている。その人たちも、イースターバーニーが連れてきたのかな。どういうことでしょう。ここに閉じ込められてた人たちのメモですかね。はい。一応覚えておこうか。187。ゲイリードンマイ。はい。あ、てかこっち側に棚がありましたね。これさ、開かないところってここあったっけ？ちょっと待てよ。ないか、ここは。一応、再度確認してきます。ただ2階にさ、結構開かないところがあったと思うんで、はい。さあ、ちょっと戻って。ちょっとじゃあ、ブラックライトつけに行きますよ。こうねえかな。まあ、来たらすぐ隠れられるからね。さて。だ。あったあった。これよ、これ。来てる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 。危なかったー。あの子が入ってきてるわ。足音とさ、息遣いが聞こえたらもうすぐ隠れないとダメですね。ふぅ、毎回ね、歯向かってるからね、この兄は。兄じゃねえよ、エマは。はい。役ネバから進撃の巨人の方になっちゃいましたね。お、行った行った行った。はぁはぁ言ってるよ。消えたか？大丈夫そうだな。出ます。毎度、ありがとうございます。じゃあちょっとここをじゃあ変えていきましょうか。さてさてどうなるかしら。ブラックライトか。なんか見えない文字が見えるようになるとかそんな感じかな。うん。あったね。わかりやす。なんだこれ。これでいいの？はい。あ、これで何かするとかじゃない？ここ違うか。うん。これ普通に調べればいいのか。なんだこれは。あ、なんかあの、料理運ぶエレベーターかな。はい。あ、これひょっとして下か上に行っちゃう？あー、やっぱりそうだ。下がっちゃった。そして、うわ、なにここ。うさぎちゃんのね、絵が描かれておりますが、あ、バーニーだからか。はい。ちょっとこれで行きましょう。いつ出てきてもおかしくないんで。はい。うわー恐ろしい。物騒な器具がありますね。はい。あ、鍵開けましたね。こっち一回開けるの？これ、うわ。これなかなかさ、何の音？隠れればいいの？ここに。違う。のんきだね。はい。多分今追われてはないでしょ。あ、来た、ありがてえ。ふぅ。他に何かあるかな？積極的にね、ペーパーナイフも使っていきましょう。
さあ、あ、なんか落ちてるぞ。うん、手紙か。ブロンドの女の子はいなくなった。グレイシーは壁の大きなウサギのことをずっと見つめている。ランディが言うには、チョコエッグを食べると眠くなるみたい。今日は食べない。ランディはこの歌を覚えろって言った。何を言ってるのかわからなかったけど、僕はそれを書いた。888355、何でしょうこれ。ちょっと取っとくか。はい、なんかの番号ですね。この絵は何？これは調べられないんだね。いやー怖い。なんだここは。お外に出ましょう。いや、こんな狭いところで襲われたらもう、人たまりもないよね。はい、あ、棚があります。さあ、調べていきましょう。またアイテムありそうだね、ここ。おっと、汚い。多分、ここに閉じ込められてた人たちのね、無念なメモ帳でしょうね、あれは。はい。空っぽだ。最後は？お、来た！これも、ひょっとしたらひょっとすんじゃないの？あれ無理？これちょっと待って、一回こうやって。あ、来たね。ラッキー。ここに何があるんでしょう。万能だね、これ。はい。お！弾丸手に入れたよ。弾丸だけ？銃は？銃もどこかで見つけんのか。ああ、開かなかったところ。カチャカチャ？どっから来るカチャカチャ。こっち側も調べたいよね。念のため。と、その前にこっちも見たい。はい、鍵を開けた。今の脅しの音かな？ぽいよね。うわー、ここも怖えわ。安らかに眠ってくれ。なんかあるぞ。こんな風にされるのはごめんよ。うん。ロープ。はい。さて、ロープを手に入れましたが、どこで使うんでしょう。最後どこかで窓から逃げるとか、そんな感じかな。はい。ではでは、お外に行きましょう。さあ、ちょっと気になったこっち側行きましょう。おし、待て。主観で行こう。さささささささ。ここは？よし。鍵を開けた。マジで？開けた瞬間これもうバレてんじゃん。隠れよ。ここ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 。ふぅ。しばらく身を隠すか、ここに。来てる感ないけどね。あいつは来るんか。待って、全然来ねえ。はい。てか、ここあれだよね。地下室かな？繋がったんですかね？ちょっと、勢いでね、ここに入ってきはしましたが、おそらくそうだと思う。お、音やんだね。出るか。よし。さあ、ここか！はいはい。あ、チカチカチカリンです。すげえチカチカするな。ここは開けられるかな。これもいいか。いや、セーブして、セーブして。ちょ、セーブしに行きましょう。一回。いや、怖い怖い怖い。そこも隠れられるからね。何回言うの、これ。さあ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 。怖いよ。こっから来んなよ。頼むぜ。2回セーブできるから、もうここで1回する。ふぅ。なんかある。ちょっと待って、その前に。こっち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 。セーブしてから、あそこに戻りましょう。これもうそろそろ来るって絶対。若いもん！入る！誰かがドアを閉めているような気がする。気がするな。まずいぞ、これ。うわ！もう戻れねえ。マジ？あ、2階だ。うわ。なになになに？ヘルプヘルプヘルプ。うわ。こっちは？あー、なんかいる！なんだあれ？気持ち悪い気持ち悪い。なにこの子。いや、もうイースターバーニーじゃなくなっちゃってんじゃん。ただの雲が来ましたよ。え、これでもういける？ちょっと待って、怖く怖く。セーブしたいの、僕は。
あーよかった、いけた嬉しい。はい、ちょっとセーブしよう。あー怖い怖い怖い。なんでこれセーブをさ制限するのよ。ちょっとセーブしていきます。ふう、行きましょう。いやーこれでもう怖くない。一回セーブしちゃえば安心ですね。奴が出てきたとしてもはたける。どっからでも来やがれ。足音聞こえる。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、隠れよ隠れよ。はい。危ねえ。むやみに戦闘はしないように避けながら行くか。ちゃんとさ家の中徘徊してるんだね。バーニー見えるか。あー見える見える。ちょっと待てよ、どっち側にいる。向こう側で行け。うわ痛い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 。あそこ入ってったな。今行っちゃうと足音でバレちゃうとかりするなんで、ちょっと収まるまで静かにしておきましょう。やみましたね。さあ行こう。これで出てきたら本当に腹立つね。ちょっと待てよ。今、ロープと弾丸と、あと2回調べたいんだよな。はい、こっち側は先ほど、イースターがあったところに行きましたね。ただ追ってもいないと思うんで。カメラ、先ほど落ちてたんで、確認していきましょう。あれ、トムのかな？さて、あったね。これ何よ？トムのカメラだ。壊れてる。でもテープがまだある。彼に何が起こったかわかるかもしれない。あ！テープ取り。なるほど！これ2階のテレビで使うんだ。だからさっきのさ、バーニークモ。ちょっと待って、こっちの扉じゃなかったわ。あっぶね、ギリギリだった今。ほら、それガチャって言ったよね。ターンスパンで来るようになってんじゃん。ビデオテープをおすすめサイズ、ビデオテープを確認させてください。出ましょう。さあ行くわよ。これで大丈夫だよね。本当にテレビここだったよね。さあ見れるかな。バーニー来ないでね、頼むよ。はいはい、オッケー。ケーブルがないけど大丈夫かな。まあビデオだからね。うん、さてさて。お、来たねー。どうなるのかしら。はい、これトムが撮ってるんだね。うん、やられちまってんじゃねえか、トム。なになになに、ピアノになんか細工してんじゃん。爆弾のとこだったらどうする。開けた瞬間パーンつって。なんてこと。トムももう殺人鬼はピアノの中に何かを隠したの。さあピアノの中がキーですよ皆さん、行きましょうか。ふぅ。あ、てかさ、さっきの、ダナがやられた時あったじゃん。ワンアクションあって戻ったら、イースター加えてたんで、ひょっとしたら、ひょっとするかもしれませんよ。こっちのね、なんだっけ、ゲインだっけ。あー、やっぱり！ちょっと待って、これは俺のアイコンで隠しますね。これまずいっす。ゲイリア死んでる。はい。待って、これは何？じゃねえよ。冷静だな、お前は。一番のサイコパスはエマかもしれません、皆さん。はい。また、卵がありました。取っていきましょう。二個目や。やられちまったな。まあ、こいつはね、一番最初にやられるかなと思ったんですが、そんなでもなかったね。二回目か。二回目というか、二人目ですね。さあ、これで、ちょっと、またセーブをしたい今日この頃なんですが、もう一本しかないんですよね。はい。じゃあ、ちょっと、他の部屋も見ていきますか。カチャリ。はい、ここなんかあるかな。こっちの部屋も気になるしね。あ、ここや、ここ来た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 。多分使える。やった。
何があるかな、何があるかな。来た、鉛筆、セーブしよう。ふぅ、鉛筆700本ぐらい欲しい。こっちも調べていきましょう。1個あったよね。さあ、何が出るかな。あ、タンスガチャから銃が出た。やったぜ。この勝負、もらったです。やったー。どうすんのこれ。ちょっと待ってよ。エマシンキングタイム。さあ始まりました、エマシンキングタイム。これで銃と銃弾をどう組み合わせるのか、そこが鍵になります、エマちゃん。さあやっていきましょう。これで、あれ、もう撃てんのこれ、ひょっとして。撃てそうね。ちょっと待ってよ、これ。バカ、エマ何をしてるの。はい、8分の2。あ、大丈夫だ。まだ10発ある。よし。じゃあ行きましょうか。これ来るんじゃねえか、そろそろ。ガチャって来そうだよね。こっちか確認してから。あれ、無理だ。じゃあちょっとセーブしに行きましょうか。イースターを置いてセーブ。いや、欲張らない。セーブしよう。行くよ、行くよ。カリカリ聞こえるから早く行こう。セーブラブ、ハリーポッターの部屋ラブ、来たぜ。よし、これで安心さ。へへーんだ、待っているわ。戦うか。いて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 、かいや。あれ、あっち行っちゃった。今降りてきたよね、完全に。何してんの、バカか。来た、行くよ。はいはい、リロードしてる場合じゃねえよ。ほらー、いた。口ほどにもない。あれ、待って、後ろに何かあるみたいだけど。いろいろ探したらさ、待って、ここテレビの部屋にありますよ。なんかキャビネットだ。はい、私の力じゃ動かせない。どうすんだ、なんか、あ、そうだ、卵忘れてた。一回ね、なんか、戦い、対バンが起きるとね、なんか、吹っ飛んじゃうんですね、記憶が。はい。あ、これっぽくない？避けているけど。これで引っ張るみたいな。来た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 ！行くぞ。自分の力で行くの。さっき自分の力じゃ、つってて、ね。しかも、やり口が業者じゃねえかよ。頑丈につけたな。よし、引っ張っていこう。この音で来ないかな。うわ、大穴の大将がいますよ。入っていくか。またセーブして。はい、まだ早いか。ちょ、あちこちね回ってたから、なんか早くセーブしたい欲が出ちゃいましたね。さあ、どっから来てんだよお前。もう、かわいいフォントで、ヘマじゃないよ。ちょっとこのゆで卵をね、入れてから行けましょうか。いや、怖が、使えよ。はい、2個目。よし。オッケー。はい。てかこう、あ、トムがやられてた場所だね。いやー、全員やられちゃったね。出てきますよ。大丈夫ですか？どこでもドア開けていませんか？よかった。はい。てかさ、これ銃、ああ、どうしようかな。もったいないけど、2発使っちゃおうかな。これね、さっきのあの、不発、一発練習あったじゃん。そう。3発で倒せんじゃないかな。今までもあの棒でさ、3回で撃退できたよね。ん？棒の場合4回だっけ？銃だとさ、ちょっとこれ、リロードしたい。うん、どの道これリロード中にやられちゃうから、撃っちゃうか。ちょっと待てよ。一回撃ちますね。練習練習。OK。素晴らしい。はい。OK。来た。これで、8になったわ。これ強いですね。はい。これでいくか。よし。あー、怖い。さあさあさあ、その、突き当たりの部屋ですよ。入っていきましょう。さあ。準備はいいかな。ちょ、主観にしとこう。
これで見えた瞬間と、はい、使っていきましょう。ガウ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 。めっちゃね、ベラボーに力強いんで、エマちゃん。銃もぶっ放すわ、さっきの針金みたいなのも振り回すわで。これも倒しちゃうし。さあ。いやーもうまさかだったよ。入った瞬間来るな。そっから来たのか。はい、光ってますね。来るかな。ちょっと待って、隠れられるはどうしよう。来ないの。来ないね。この視点がいい。じゃないとこれ、来た時やられちゃうから。はい。なんかありますよ。あれ。だあ待って、不動産か。トムじゃねえ。俺、てっきりトムがどっかに隠されたのかなと思ったんだけど。待って。不動産がやられてる。そして、エッグがありますよね。これさ、嫌な予感するぞ。あ、そうだ、絶対そうだ。言っていいですか皆さん、これ嫌な方は飛ばしてくださいね。何タップかしてください。ネタバレになります。これ多分トム犯人だわ。だってさ、ピアノの中に何か仕掛けたじゃん、あのバーに。そうでさ、トムカメラ撮ってる時にやられたけど、カメラ撮ってるだけでうわーって叫んでから、あのバーニーの行動できますもんね。そうだから、バーニーの格好をして撮影してたみたいな。あいつだけだってねえんだもん、死体が。怖えな絶対そうだわ。ちょっとこれ来るんじゃねえの。これ違かったら超恥ずかしいじゃん俺。でもさ、そうじゃない？普通に考えて。トムだけ映ってねえんだもん。うん。あ、バンドエイドって。あ、違う。字幕読んだら包帯って書いてありますね。びっくりしたもん。こんな負傷してるのに絆創膏でどうにかしろって言われてんのかと思ったね。はい。ちょっと待てよ。エッグ取ったはいいんだけど、はい。このまま、いや、ちょっと待てよ。これどこに繋がるの？あ、ちょっと待て。こっちにもなんかある。あ、田中。ちょっと待てよ。この方がいい。これこれこれ。調べよう。なんかあるかな。またアイテムがありそう。さあさあさあ。ダークマター。棚の中にはダークマターがありましたね。はい。で、こっちは？何このダークマター。何もねえんじゃねえかよ。てっきりね、松崎しげるさんが現れるのかと思いましたが。はい。あの彼、ダークマターみたいなものなんで。ここもありますよ。あ、鉛筆来た。ふう。さあ、セーブしてから行っちゃいましょうか。またダークマター上がった。こっち側は何もないね。オッケー。さてさて、戻りましょい。出ますよ。鍵を開けた。こっち側はどうなってんの？ガチャ、オッケー。はい。じゃあどっちから行くか、こっち側から行きましょう。どうかに何だけじゃないですか、母国語翻訳するとですね。あ、ここか。どこに繋がってるのか気になりました。セブ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 ！はい！よっしゃ！バーニーちゃん来ないで済んだよ。いや、落ち着くな、ここ。ふぅ。さあ、セーブしていきましょう。この勝負、諸田で駆動。我は西の高校生探偵、服部。西！さあ、行きましょう。お卵を、三つ目のね、お卵をここにお供えして。さてさて。ここに入れちゃいましょう。僕の可愛いゆで卵ちゃん、行っておいで。よし。3つになりましたね。何個だっけ？確か手紙に4つみたいな感じで書いてあったよね。そして問題のピアノ、ここに何か仕込みましたよね。はい。ここにひょっとしたら最後のお卵があるんじゃない？ピアノを使いますか？よしよし。おー、かっこいい。これは？え？あ、すごい。
調律バグりにバグってる。来ないかな、ねえ、ドラえもんの歌とかでも弾いとく？皆さん聞いて、学校のチャイム。あ、てか待って、あれこれどうやって離れんの？なんか戻れない、抜け出せないんだけど、このピアノの鍵盤から。なんで変なチャイム弾いたから。あれ、はい、あ、てか待って、さっきのさ、そうだ、ちょっと待って、メモよーい。88、あのさ、下のなんていうの、なんか地下施設から見つけた番号あったじゃないですか、それここに当てはめんじゃない？剣がだって1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、あ、12個ある。あ、やっぱそうだ。はい。まず8だから、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、8、これか。8を3回。1、2、3。で、次3。3を1回。で、5。1、2、3、4、5。5を2回。1、2。で、3、1回。はい。で、次、12、2回。5、6、7、8、9、10、11、12。一番最後か。12、2回。で、10を2回。で、8、1回。ここか。あ！来たぞ！待って、何か鍵が開いたような音がした。来た、やった。はい、さあこれでうまいことお繋いできるか。よっしゃ。口悪っ。4つの卵だ、出口開けろクソ野郎め。エマそんな感じだったっけ。誰かが憑依してる。今からどうすればいいの？何か確認し忘れてることはない？なんでしょうね。はい、ここは謎に包まれまくってますが、ちょっと一回セーブしてえな。いや、これいいかな、セーブして。ちょっと待ってね、出ますよ。来そうだな、あいつ。大丈夫大丈夫大丈夫、一回入ったらこっちも。大して何もしてないけど。使っていいかな。どうしよう、迷う。はい。あ、とりあえずこれ使うか。バンドエイド、安全になった。よかった。行くか。はい。私がセーブしたかしてないか、皆さん予想してみてください。さて、お次へどこ行くのかしら。またくまなく探していくか。はい。残るはここだけ。降りていきましょう。なんかあったっけ？さあ。はい。あれ？こんなのあったっけ？ああ、ちょ、待って、俺これ、そうだ！あったね！なんかさ、さっきね、僕ここから降りてきたはずなのに、こっち側の扉から来たんだっていう風に勘違いしてましたね。一番最初にここに来た時。そっか！これさっき閉まってたんだよね、多分。それか暗くて見えなかっただけ。待って、今開いてる。はい。待って、これ大丈夫かな？うわ、ちょっと待ってよ。これ絶対来るよね。構え。構えは八方。さあ、いつでも来なさい。仕留めてあげるからね。あ、なにこれ。はしごがありますよ。待って、地上に出れるこれ、ひょっとして。あ、あ、音質や。待って待って、来た、こーえ、穴がある。どうするんだってばよ。これ内側から鍵開ければいいのかな。どうなんでしょう。ショットガンやってか。普通に流し見してたショットガン。しばらく誰かがここに銃を置いていってる。どうかまだ使えますように。拾います。やったー。
ショットガン手に入れたはいいんだけど、次、鍵開けるか。鍵、ここや。うわ、来た！お前、やっぱり。トム？臭い芝居しやがって。That's right. It was quiet. その通りだ。いつもおとなしく、無邪気なトムさん。顔カッチカチ忘れてるよ。めっちゃブチ切れてんじゃん。はい。ママのことが大好きなトム。そうさ、僕がやった。僕がみんなを殺した。でもなんで？兄弟の仇のためさ。切り裂きマン、アンソニーではなく、僕だったんだ。あいつは僕のことを助けるために自ら犠牲になった。そうなの。僕はこの殺人衝動を抑えることができると思っていたけど、それで戻ってきた。君のことも今、登録してあげるよ。あっ！一回逃げよう。ちょっと待って。この視点だと。まずい！ちょっと待って、じゅ。あ、まずいよね、これ。多分まずい。みんなもまずいっていうの分かってる。でもね、ショットガンに切り替えるタイミング、マジムズ。キロ届かない！もう、マジか。あー皆さん、先ほど言った私はセーブしているのかしてないのか、もう答えは出ましたか？実はね、してたんです。よかったよかった。ちょっとさ、ここんとこバーニーの出現率が高いからやっぱ回復してセーブしとこうと思ったんですよ。はい、なので先ほどのエレベーター下って、あの梯子登るだけですね。よかったー。ふぅ、行くか。マジでよかった。これ下へ参ります。さ、戻って参りました。こっちの入り口とかにも行ってもまずそうなんで、気をつけようよ。いやー、あれ？あっちだよね、さっきの。はい、今のところは大丈夫か。手前の方はね。ショットガンを装備してから逃げましょう。準備よろしいですか？完全にね、気抜いてたね。ここで来ると思わないよ。はい。よし、装備できた。さあ。8分の4になってんのがちょっと気になるけどね。はぁ、大丈夫かな。一応練習しとくか。構えて。よし、持ってますね。さあ、これを右に行ったら来ますよ。連射しちゃいましょう。もう完全に FPS 視点が慣れてるからね。今の三人称視点はなかなか厳しかった。さあ。Tom? That's right.It was quiet. FPS 視点でこれ放ってないのがなかなかネックですよね。 FPS なんだから放たしてほしい。待って、まずい。お前来いや。はい、ふう、さあ行くぞ。エマをこっち側向かせながら行くか。全然向いてなかったわ。さあ、三度目の正直。やっていきましょう。Tom? さあ。That's right. なんで悪役ってこうやって最後、あの、顔を明かすんだろうね。Harmless. やられるくせに明かすんだ。行くぜ！逆向いてた！これうまいことこう切り替えて、スライド移動。さあ、これで、あっ！いてちょ、待って。むず。こんむずすぎる。助けてよゲイリー。逃げてこの箱に隠れられたりしないよね。うわー、もう来てるわ。はい、もう一発で、よいしょ。あれ、僕は怒りました。これで戦います。
銃、ショットガン、そんなものいりません。これでこうです。準備よろしいかい？後ろ、こう向きながら行った方が攻撃当てやすいんじゃない？最初からこっち向いて行った方がね。よし、オッケー、いきますよ。はい、さあトム、お前の命日だ。俺のターン、ドロー。俺のターン、ドロー。俺のターン、ドロー。痛い。俺のターン、ドロー。俺のターン、ドロー。ダメだこれ、強すぎる。申し訳ございません。今私足でプレイしてたんで、さすがにそれやられちゃいますよね。はい、お告げに本気モードでいきますよ。さすがにね、もう本気なんでやられないと思います。無理無理無理、マジで無理なの。申し訳ございません。あの今歯に持ち替えてプレイしてたんですけど、さすがに歯でもなかなか歯が立たなかったんで、もうちょっと本気出していきましょうか。さ、失礼しました。はい、やっぱね、頭脳を使おうかなと思って、今回はね、つむじでプレイしてたんですよ。さすがにね、画面となかなか目が合わなかったんで、やられちゃいましたね。今回こそ、さらに本気出していきましょうか。どっからでもいらして、はい、逃げる。さあ、FPS とこの視点を使い分けて私は行きます。さあさあ、逃げて。今です。振り向いて、ポン。いいよ、逃げて逃げて。ちょっと待てよ。広いところ行ったら、あ、あ、いて、はい、どこってのお前。失礼いたしました。やっぱさすがにね、逆立ちでプレイするとね、手元が狂うってことがね、今回で学べたんで、次はね、もっともっと本気出していこうかなと思います。小田健です。小田健です。チッカーで距離取った、戻す。さあ構える、後ろ向く。どこ向いてんだお前。構えてねえじゃねえかも。なかなか滑稽な姿を皆様にカットせずお届けしておりますが、やっぱね、ストッキングを被りながらプレイするのは見にくいね。うん、じゃあ次こそガチでいきましょう。一発目、二発目。三発目。はい、はい、逃げる。あと一発いけるかな。逃げしょ、来た。あとはこれ。いいぞ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 。今よー、よっしゃー。口ほどにもない。動かないよね。大丈夫？こう補充できる？あ、もうねえんだ。前段ぶちかましましたね。はい、念のためこれ装備しとくか。こうゲイリーが来たら、え、やったかこれ。起き上がんねお前。踏みつぶしていった方がいい。嘘でしょ。君には僕を殺せない。僕はイースターの切り裂き魔だよ。え、これは一体なんだ。なになに、シンゴジラ来る。踏みつぶしてくれこいつを。あれ、お前ジャスティンじゃねえか。なんだこの展開。B 級映画すぎる。展開が B 級映画すぎるぞ。やめろ、僕から離れろ。こんなことしちゃダメだ。君たちは僕に殺されるんだぞ。ああ、ジャスティンが今までのね、囚われした子たちがこう反撃してるんですね。チャンスだ、すぐ逃げなきゃ。今劣勢だね。はい、どうするの。あバルス終わったこれ。嘘だろ、終わった。ジャスティン、管理人のジャックって誰？終わったかな？いやー、よかったー。クリアしたよ、皆さん。めっちゃやられた。うん。映してるところ、ごく、いや、普通に3分の2以上は映してるかな。うん、ほぼほぼ映してます。さ、2、3回ぐらい映してなかったかな。いやー、もう、これもう本当はあれですね。滑稽な姿をみんなにあらわにしておりますが、そう、全くこれもう2回目ぐらいでクリアに編集でつなぎたいわ、もう。そんな気持ちでいっぱいでございます。はい、
ただちょっとめっちゃ叫んだから喉枯れちゃったからもう使おう。もうほんと怖かった。終わった。カット。え、ブリリアント。まだ続きやった。あの映画館のさ、あのエンドロール終わってからあのちょっとやるみたいな感じか。はい、冗談。カット。よし。Congratulations, guys. That's a wrap. みんなよく頑張ってくれた。撮影はこれでおし。A wrap? That ending doesn't make any sense. こんな終わり方じゃ意味がわからん。待てよ。Well, it's a wrap anyway. おい、ちょっと待ってくれよ。この家貸し出しが明日までなんだ。どちらにせよもうおしまいだ。おい。エマ。エマ、マジか。俺も視聴者の皆さん、ここまで見てくれた皆さんを演技でごまかしてたってこと？すごいな、エマ。マジか。何これ、さっきまで俺が持ってたぞこのマイク。 Can I put the mic down now? もうマイクいいよ。お疲れ。腕疲れちゃうもんね。言うてる場じゃねえ。何この展開。はい。カチンコってあの、はい、カットってやつだよね。カチンコ打つことが私の役割。今日も一日中ずっとカチンカチンカチンってやつなんだ。ジェレミー。いや、もう気が狂いそうなのこっちだよ。なんか俺トニーとタイマン張ったと思ってんの。ね。トニーとエマのタイマン戦こんな見たくないでしょ、みんな。申し訳ございません。なかなかね、滑稽な姿を晒してしまいましたね。I would hate to have to edit this piece of shit. こいつを編集者に、めたいこと言うな。はい。本当だよ。編集で俺カットしてよ、さっきの滑稽な姿。What do you think? ディレクターか。どう？他のさ、あの、なんだっけ、ゲイリーとか、あれ？ダナとか生きてんのかな？ I think it's stupid.、ね、バカみたいね。Hey, how would I know? おいおい、撮影が終わる2日前にニックが行方をくらますなんて誰が想像できた？ニック。But Tom? でもトムはどうなの？殺人鬼にするには背丈が低すぎるわ。確かに。ああ、なるほどね。今の方が本当はやる予定だったけど、はい、トニーに変更したんだね、急遽。さあ、あそこのロケバス感満載なお車に入っていきましょうか。これ入れるかな？あれ？入れねえか。さすがに。あ、いける。誰かいんのかな？誰もいないか。あ、お前相変わらずズボンパンパンに上げてんな。What's wrong with you? 生きてた。何か悪いことでもあった。ピザを食べすぎた。本当に頼んだんだね。はい。How many did you eat? 今までの全部セリフだったんだ。はい。Three. 3つだ。Slices? スライス？ No. いや、ホールだ。暇だったんだ。死んでくれることは無理。Not much left to do since I died. ねえ、M サイズを3つ食べたみたいな感じ？それとも3切れ？はい。多分スライスって聞いて近かったからそうでしょうね。だったらいい知らせがあれば、撮影はもう終わりよ。Oh, thank God. それはよかった。誰かが俺を車で町まで乗せていって、こんな場所から出してくれないかな。はい。ダンって言うんですね、この方は。知ってる。この家で人が殺されたって本当なのよ。That's just a rumor.ただの噂だ。終わったね。もう話しかけられない。あ、一応言いますね。はい。この安い映画が終わったらシャワー浴びたいと。いやー、ちょっと待って、もう戦闘ないよね。てかこれどこまで続くの？本当に盛りだくさんよ。ボリボリボリューミー。ね、これ家の中入んのかな？いや、ちょっと待てよ。音質の中は、あ、違うか。外側から見えたあの、最初のさ、なんかエマたちがここに来た時にさ、一番最初に音質調べたじゃん。その時に見えた光は多分ショットガンの光でしょうね。はい。入ってくか。いやー、怖かった。なんだよ、超明るいじゃん。うわー、誰？ピザめっちゃ散乱してる。マグカップなんでこんなとこに入ってんの？拾うかじゃあ。はい。拾ったわ。やった。いらんけどね、もう。話しかけてみよう。ピザ残ってる。マグカップしかなかったよ。Nah, your buddy Dan finished it up. いや、お前の相棒のダンが全部食べちまった。I
I'm starving. お腹が空いて死にそう。現実世界でもひでえやつだな、ゲイリーは。ダンカ。ゼラチンサラダならたくさんあるぞ。ゼラチンサラダ。お腹空いてる時に気が向かないよな。そんなに悪くないぞ。さあ、この方は放っておいて、他にも調べていきましょうか。家全体見た方がいいかな。あのエレベーターの向こう側とかね、どうなってんでしょう。ピアノのお部屋。うん。あれ、懐中電灯もうないんだ。はいはい。てかさ、ちょっとムービーがつって終わりかなと思ったんですが、そんなことないね。はい、あ、高見沢さんがいる。はい。あ、てかこれあれじゃん。リトルバーニーじゃん。はい。イースターバーニー。積み重なった箱だ。何も変なところはない。うん。あれ？俺これ、踏むな。衣装踏んでますね、今。頭は調べられないか。全部イースターの、切り裂き魔の衣装だ。いくつか見当たらない。うん。いくつか見当たらない。誰かが来てんでしょうね。はい、高見に話しかけていきましょう。ねえ、ニックのこと何かおかしくない？ Who? 誰のこと？ The guy who played the Easter Ripper? イースターの切り裂き魔を演じたやつのこと。ほう。Oh, that guy? He was a weirdo. ああ、あの人、変わった人だったわね。撮影中ずっと私に何も口を聞かなかった。Did you guys have to ruin all あなたたち、わざわざ衣装をダメにする必要はあったの？そんなこと言われたもん。すいません。そんな言わないでくれよ。はい。じゃあちょっと向こう側を見ていきましょうか。こっち側から行った方が早いか。なんだったの今までのは。セーブしてよ、俺もう。これでね、切れたらもうやりませんからね。絶対に。絶対やらないからな。はい。あ、ここに戻ってきましたね。はい。じゃあちょっと別のところも行きましょうか。地下へゴー。地下には誰がいるんでしょう。確認しちゃうよ。なんか祭りの後の静けさみたいな感じで、なんかちょっとこれはこれで不気味だよね。はい。なんかまた出てきそう。誰かいるかな。主観で進んで、お、いない。さっさっさ、あ、光ってるよ。うん。いや、ちょっと調べんのやめよう。バグったら怖い。はい。あ、ここ行けるかな。あ、行ける。すげえ。あそこの拷問グッズがあったところだよね。どうだ。はい。おお、すげえすげえすげえ。スケルトンズ。お前いい加減しろよな。夜勤事件の船橋みたいな感じの登場しやがって。何なんだよその頭は。はい。俺の骸骨たちはどうだった。怖かったよ。マジで気味が悪かった、うん、主人公エマじゃなくてサラちゃんですからね。 Thank youありがとう。ポーズを撮らせるのにすごく時間がかかったんだ。腹立つ笑顔だな。何それ。髪どうなってんだよ。規格外の毛量してんじゃん。あとでバリカンで剃ってあげましょう。ここはあれだろ、どうせ。あのジャスティン役のことがいいんじゃないの。はい。いねえわ。はい。お隣の部屋もいませんでしたね。さあ。いやもう怖かった。はいよ、もうアイテム取らない。あの今までのアイテムですから。上には戻れないんだ。はい。こっちは行けないよな。また外に出るだけか。じゃあちょっとこっちか。もう一回お家を探索しに行きましょう。地下は今の人しかいないと。了解。じゃあ2回3回も続けていきましょうか。1回も見てねえか。ふう、ここにキッチンつながってで、この人がいて、はい。じゃあこっち側、あ、違う、一回見たわ。じゃあこっち側から。いや、違うな。こっちから行った方が近い。さてさて、上がっていきましょうか。はい。あー、これ、ダナさん模型なんだね。さて、うわ、怖え、ここ。誰もいない。なんか他にあるかな？いや、ここは何もなさそう。さあ、こっち側行きましょうか。ライトないとね、厳しいね。暗い。今つかないのよ。そう、さらに戻った瞬間つかない。はい。今ね、テレビの部屋とゲイリーがやられた部屋見たんですが、何もないですね。さあ、こっちの階行こうか。なんか変わるかな。あと外を外周してなかったね。それも見ていきましょうか。はい。怖っ。あ、待って、こっち側もあるんだね。
ほう。これ正面玄関の目の前にまたロケバスがありましたね。入っていこうか。じゃあシャッセー。結構長いね。この後日談みたいなやつも。はい。後日談じゃねえか。さあ、え、どういうこと？浮いてないっすか？おかしいおかしいおかしい。修行僧の極みまで来てる。大丈夫。今この右手の小指と右膝でここに触れてますからね。この椅子に。そこだけの筋肉に一点集中してこういう風になってますよ、この人。すげえな。本当だよ。次の役の練習よ。はい。ケルシーっていうんだ。旦那さん。何の？ウェアウルス製のビキニ美女たち。つまんなそう。私はシオン女王を演じるの。はい。Exciting. それはワクワクするね。Want to help with the part? 私の役作りを手伝ってくれる？ Sure. もちろん。え？なんか手伝うの？さら一瞬消えましたからね、今。シオン女王様、この宮殿の中に忍び込んだビキニ美女たちを捕まえました。本当につまんなそうだな。さっきはツッコミで言ってるけどさ。ねえ、何か言い訳はあるかしら？やられちゃうよ。私たち、ここに忍び込むつもりなんてありませんでした。どうやってこの星に来たのかもわからないのに。お黙りなさい。私のことをバカにしてるの？こいつら、ビキニを剥ぎ取ってやりなさい。ビキニ美女ですって？ただの美女で我慢しなさい。どう？素晴らしいです。バッチリハマってるわ。はい。なんかサラがね、そう、エマという名のサラがみんなとこうやって仲良く話してるのがちょっとほっこりになりますね。はい。ようやくまともに座ったの、お前。何だったの、さっきの。この映画では私は大ブレイクできると思うわ。頑張ってね。そう。ひょっとしたらね、大ブームが起こるかもしれませんから。よし。じゃあ、出ていきましょうか。さて。お次は、一応練習したから、フラグが立って何かが変わってるかもしんないよね。この車は増えてるよね。はい。あ、待って。くそ、鍵がない。どこかで落としたに違いない。ほう。これでフラグが立ったかな？はい。じゃあちょっと探しに行きましょう、また。あ、待って。あー、ここに行ったんだ。はい。うわ！お前はドバンテって言うんだ。早くこのベタベタした着ぐるみを脱いじゃいたい。いやー、なんかこいつがさ、もう恐ろしい、あのマーダー役だと思うとさ、ゾッとするんだけど、やっぱこういうところを見るとさ、ちょっと微笑ましくなりますよね。撮影の一部だからさ。はい。いやー、ちょっと待って、ゾンビ化してんじゃん、この子たち。話しかけられる。はい。カメはいいね。どういうこと？皮肉言われてる気がする。おい、セバスチャン。あれ？セバスチャンじゃない。あ、ジャスティンだ。ジャスティンはジャスティンのままなんだ。僕のメイクどう？はい。これしか言えねえんだ。ん、名前は何かい？ちょっと待ってよ、これかい！さっきショットガンとかさ、普通のアイテムとか引き出しの中に光ってたりしたからさ、バグのアイテムかと思うじゃん。これかい！結構探しちゃったよ。で、つって。申し訳ございません。先ほどこれ無視するっつったもんね。マジかよ。やられちまったな。じゃ、ちょっと、ローランドに話しとくか。すんごい見下してくる。すーげえな。はい。あ、戻ってきたら誰もいねえぞ。え、ちょっと待って、また1階に戻ってきたらさ、変わってるわ。冗談。みんな盛り上がっていこう。あと片付けも忘れずにな。冷めるわ。盛り上がっていこうの後に言われたら冷めるわ。あ、みんな揃ってますね。なんで踊ってんだお前は。なんだこの人たち。はい。後ずさったな今。話しかけていきましょう。まずはこの人から。ずっとマイクを握ってたから疲れすぎて踊る気力すらもない。踊ってんじゃねえか。何してんのお前は。そう言いつつできるタイプね。はい。
今年はだいたい30本くらい殺人映画を撮ったかな。すごい、いっぱい撮ってんね、うん、B 級にしてもなかなかじゃないその量って。そろそろ引退時かもな。おお、稼ぎ切ったのかな。さあこの子は今まで苦労した甲斐があった。はい、カッチンカッチン、お疲れ様です。さてこの方にも話していきましょうか。はい、ドゥパンテ、これでやっと自由だ。今まで一番最悪の撮影だった。はい、血のりがねずっとついてますから大変だよな。さあ高見に話しかけてこう。はい、あなたたちわざわざ衣装をダメにする必要、あ、これさっきと一緒だね、うん、この人はゼラチンサラダの人だ。めっちゃ食べちゃったんだね。はい、じゃあこの人にも話しかけていきましょう。カメはいいね。はい、あ、そういうことか。はいはいはい、イースターバーニーがウサギだから亀役はいいねってこと。はい、どういうこと。ウサギと亀か。はい、向こう側にジャスティンいますから、みんな盛り上がってこう。あと片付けそれ盛り下がるんだよ、それ一番盛り下がるから最後に言ったら。はい、あ、全く一緒ですね。さあこれで鍵手に入れたんで帰りましょうか。お疲れ。ふう、さてさて帰りましょう。いやー怖かった。さあ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 、自分の車はどっちだったっけ、こっちだっけ。よいしょ、あるよあるのに言葉悪いぞ。はい、ちなみにマグカップも持ってきましたからね。はあ、終わったー。これ最後また続くかな。次エミリーの家編が始まったりしない。エミリーの家マーダーハウスっつって大丈夫かな。はい、車で帰っておりますが、みんな置いて一人で帰っていいのかね。あ、待って、後ろになんかいない。あ、そうだわちょ、エミリー後ろにいんぞ。バーニーついてきてる。え、これちょっと待てよ、鳥肌が止まらない。あ、あ、武器持ってるわ。え、なんだ今一瞬流れたぞ。終わり？あ、終わりだ。あー面白かったけどさ、え、ちょっと待って、はい戻ってきました。あれさ、あ、ちょっと待って、ニックがさ行方くらましたって言ってたじゃん。これサラ怪しいんじゃないの、主人公。あれ主人公サラだよね。はい、元はエマ、役名エマ。エマがさ、なんか配役が自分に来るようにニックをやっちまったんじゃねえので、そのさ泣き殻死体をさ今のバーニーに入れてたみたいな、ウサギの着ぐるみの中に。はい、あ、でも待てよ、それかひょっとしたらこのエマをずっと狙ってた人が、あ、あ、待って違えわ、さっきさなんだっけ、ディドゥンってだっけ名前忘れちゃった。そう、そこに横にあったさ着ぐるみを調べた時足りないって言ってたじゃん。で殺人鬼役の人が一着着てた。でさ、ハンガーがねもう一つあったのよ。そう、2着分スペースあったじゃん。そう、あそこ何回か調べたんで見たんですけど、ハンガーがね2個あったの。その最後の1着が、1個があの人着てるでしょ。で最後の1着が今の車の後ろの中の人か。待って、ニックがひょっとしたらエマをずっとあの車の中で来るの待ってたとか。2日前だっけ、2日間あそこに行ったのかな。待って、それだとやばい、どっちだ。でもどっちでもありえそうだよね。そしたらあのウサちゃんに入れてるか、ニックがあそこで潜んでたか、エマが犯人かニックが犯人か。うわ、すげえ取り合いだった今。素晴らしかった、マーダーハウス。めっちゃ楽しかった。はい。最後ね、過酷すぎたね。
あれむずいよ操作が、はい、パソコンならね多分一瞬でできると思うんですが、あのいかんせんね初期バイオの操作感を難しくしたレベルなんで、こちらそうスイッチのねコントローラーでやるとなかなか厳しいですよ。皆さんも遊んでみてください。ちょっとパソコン版でこれやったらどんくらい早く終わったんだろうね。いやー楽しかった、はい、よかったですね、この動画このゲームがちょっとでも面白いと思ったらぜひグッドボタンチャンネル登録よろしく。皆さんはこちらの結末どう感じましたか？何かあったら感想を教えてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。